ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。昔のアルバムを整理してたら、いつ撮ったのかわからない景色の写真が出てきたんだよね。こんな場所行った記憶ないんだけどな。なんだ、それ私が旅行のお土産に渡した写真じゃないか。まさか霊夢忘れて。いや覚えてるに決まってるじゃん。さすがの私も、これを謎の写真だとか言ってはしゃいだりしてないし。はしゃいだんだな。やれやれ、霊夢には本当に謎の写真ってやつを見せてやらないとだな。よし、今日は世界で発見された未だ解明されてない謎の写真を7枚ほど紹介するぜ。それじゃあ早速。ゆっくりしていってね。1、正体不明の巨大猿ユーマ。モノス。トップバッターはモノスの紹介だ。まずは写真を見てくれ。なんじゃこりゃ。不気味すぎて心臓止まるかと思ったよ。モノクロだしなおさら気味悪かったな。悪い悪い。この写真は1920年にスイスの地理学者が撮影したものなんだ。当時彼はベネズエラのジャングルを調査中だったんだが、そこで2頭の奇妙な大型猿に遭遇した。猿の全長は150センチ前後、人間でいうとちょうど中学1年生男子の平均身長くらいの大きさだぜ。いやでっか、私何個分よ。まんじゅうで計算するんじゃない。その大きさだけでもかなり恐ろしいが、2頭は異様に長い腕と驚くほどに攻撃的な性格も持ち合わせていたんだ。学者一行は身の危険を感じたため銃で応戦し1頭を射殺、1頭はジャングルへと逃げていったぜ。よく戦えたね、私なら腰抜かすよ。射殺された大型猿を調べてみると、尻尾がなく現地猿とは似ても似つかない大きさと風貌をしていた。あまりに奇妙だったために学者はこの死体を保存しようとしたが、調査活動の妨げになるとして断念し写真を残したぜ。そこは保存しといて欲しかった。一応頭蓋骨は証拠品として残そうとしたみたいだが、現地でアクシデントに見舞われ破損、破棄されてしまった。死体はその後解体され食料となったし、結局残ったのはこの写真だけだったぜ。貴重な資料だー。そしてユーマを食料にすな。まあ、写真が残っただけでも収穫だと思うぜ。後に発表されたこの写真は瞬く間に有名となり、この巨大猿はモノスという名前でユーマに認定されたぜ。1954年にも現地で目撃情報があったし、実在しているという声がひときわ大きいユーマなんだ。謎の巨大猿が二度も目撃されてるって怖すぎるでしょ。現地猿とは比べ物にならないサイズというのが恐ろしいよな。ただ一説ではモノスの性質が現地に生息しているクモザルに酷似しているとも言われているぜ。そのためモノスの正体はクモザルの変種や奇形という声があるな。でもこんなに大きくなるかな。そればっかりは何とも言えないな。ただ本来クモザルは長い尻尾を第三の手のように使うんだが、モノスにはこの大事な尻尾がないんだよな。酷似しているとはいうものの、最も特徴的な部分は異なっているぜ。有力だけど断定はできなそうだね。ああ、モノスを未知のエンジン類だとする説も根強いが、実際に検証まで至れていないためどれも仮説の域を出ないぜ。既存種の奇形説も猿人類説もなんだかワクワクする仮説だが、私は後者を推したいな。2、最後の姿は理由不明の不審な行動。エリサラム事件。お次はエリサラム事件だぜ。まずは写真を見てくれ。これ前に動画で聞いたやつだ。覚えてたか。ただ初見の人もいるだろうし今回もしっかり説明させてもらうぜ。この写真は2013年1月31日に、とあるホテルのエレベーターに付けられた監視カメラが収めた映像の一部だ。映っている女性はこの日から行方がわからなくなり、2月19日に遺体となって発見されたぜ。この映像が最後の姿だったのよね。そうだ。彼女はホテル屋上の貯水槽の中で溺死体で発見され、事故死として処理された。しかしこの事件には不可解な点が多く残っており、今なお奇妙な未解決事件として語り継がれているぜ。謎が多すぎて考察せずにはいられないのよ。この事件の謎は大きく分けて2つ、彼女が貯水槽で亡くなっていたこととエレベーターで不可思議な様子を見せていたことだ。貯水槽は大きな円筒形ではしごなしには蓋までたどり着くのは難しいはず。だが彼女はそれをクリアし、貯水槽の小さな蓋を開けて中に潜り込んでいる。そこまでして貯水槽に入る意味がわからないもん。ちなみに貯水槽の水は客室にも届いていたから、蓋は頑丈に閉められていたはずだぜ。加えてこのエレベーターの様子だ。写真だけではわからないが、実はこれは彼女が何かから逃げるようにエレベーターの角に身を寄せている姿を映したものなんだ。映像だとこの前後にエレベーターの外をキョロキョロ見たり、急いでエレベーターに乗り込んでボタンをめちゃくちゃに押したりしてたよね。ああ、それに急に外に出ては何かと話すような、誰かを待ってるような素振りを見せることもあった。一目で普通ではないとわかるほどの異常行動だったぜ。当初は他殺説自殺説が根強かったが、この様子が公開された後は怪奇現象が関わった事件なんだと噂されるようになったんだ。気になる人は映像を調べてみてほしいけど、
かなり不気味だから注意だよ。この事件が起きたのが数々の事件の舞台になった曰く付きホテルだったこともあり、一層不気味だとして注目を集めた。人々は彼女が精神障害を患っていたことから幻覚、幻聴から逃げた結果の事故死や自殺だったとする説、呪われたホテルの怪奇現象に巻き込まれ亡くなったとする説など様々な憶測を立てていったぜ。映像が不気味すぎてそう考える気持ちもわかるんだよね。ただ結局彼女がなぜ亡くなったのか、エレベーター内で何をしていたのかは不明のままこの件は事故として処理されているぜ。解明しようにも当人はすでに亡くなっているし、当時の様子を知る人は他にいない。おそらくは永久に判明しないだろうな。この写真の彼女は何を思っていたのか、怖いけど知りたくなるよ。3、仮説もぶっ飛びな謎の高級。ヘスダーレンの開口。お次はヘスダーレンの開口を紹介するぜ。まずはヘスダーレンの開口を捉えた写真を見てもらおう。それがこちらだ。何これ、光が殴り書きされてるみたいな。これはノルウェー中央部のヘスダーレンという小さな村の谷で実際に目撃、撮影された謎の光だ。1930年代に初めて報告され、1980年頃からたびたび目撃されるようになっていったぜ。基本は年20から20回ほど出現するんだが、1981年から1984年までは週25から20回という高頻度でも確認されているんだ。そんなポンポン謎の光出ることある？これがあるんだな。ちなみに光は主にオレンジや白、青といった色味で、時には円盤状に見えることもある。明るさもまちまちで、電球のように小さいものから車のヘッドライトのように大きく明るくなったりするんだ。せめて一定の色と大きさであれ、謎すぎる。さらに不思議なのはこの謎の光は動くということだな。時には激しく左右上下に行き来し、時にはゆっくりと、また時には停止して漂うようにそこに居続ける。まるで意志を持ったかのようにさまよい続けるため、人々の興味を引きつけたぜ。動くってことは建物の光でもなさそうだし、一体何なの？この光の正体は未だに判明していない。あまりの不思議さに専門家も調査に乗り出したが、いくつかの仮説が浮かんだだけで真実だと断言できるものは見つからなかったぜ。謎すぎる、もしや UFO？ 仮説の中にも光の正体を UFO だとするものがあるぜ。他にも人玉なんてオカルトなものもあるが、まあ一番有力視されている仮説はプラズマ説だな。プラズマ？プラズマって何？簡単に言えば気体がさらにエネルギーを持って変化し、光を放射して肉眼でも確認できるようになる状態だ。オーロラとか太陽コロナ、雷なんかが自然発生のプラズマだな。ふむふむ、光るってことは分かった。それで十分だ。さてこのヘスダーレンの光球は調査の結果、発生時は音もなく低温で地上には何の痕跡も残さないが、実は土壌を滅菌する性質があったことが判明したんだ。低温プラズマの滅菌効果は医療分野でも使用されているくらい保証されているため、仮説に浮上したぜ。機体の上位互換なら動くのも納得かも。本来プラズマを発生させるには高い温度か巨大なエネルギーが必要なんだが、これについても研究に基づく仮説が立っているぜ。それが谷全体が天然の電池となっているというものだ。谷全体が電池、急にぶっ飛んでない。ありえないように思うかもしれないが、長年ヘスダーレンの調査をしている博士がこの仮説を出しているんだぜ。谷の中央を流れる川付近の岩石からは亜鉛と鉄が豊富に含まれるものと、銅が豊富に含まれているものが存在している。そして川には硫黄が存在する可能性があり、地形全体が電池と同じような構造をしていると判明しているんだ。そんなまさか。実際に岩石のサンプルを持ち帰って谷のミニチュアを作って実験したところ、2つの岩石の間に電流が起こることも確認できているぜ。このことから谷は電気の蓄積を可能にしていて、そのエネルギーで光球が発生しているのではないかと考えられたんだ。この世界ってやっぱ神秘に満ち溢れてる。真実は小説よりきなり。また谷には電波が形成されており、その線上を光球は移動しているのではないかと推測されているぜ。ただこれらもやはり仮説の域を出ず、断言できるほどの証拠は集まっていない。これだけ研究されて未解明なんて謎すぎる。未だ研究はされているようだし、今後解明される可能性は大いにあるけどな。ただここまで謎が続くと、UFO なんかのオカルティックな噂も捨てきれないからロマンがあるよな。4、大きすぎる魚影と目を撃者。フック界のモンスター。お次はフック界のシーモンスターを紹介するぜ。百聞は一見にしかずということで、早速画像を見てくれ。めっちゃでかい魚影。その通り、めっちゃでかい魚影の写真だ。右上のボートを見てもわかるようにその大きさは体長はおよそ24メートルと推測されている。いやでっか。このめちゃでか魚影は1964年に、フック島の沖合で過ごしていたとある夫妻が撮影したものだ。オタマジャクシみたいな巨大なヘビみたいな。
これ一体何の影なの？未だに正体は判明していないぜ。夫妻の話によると、当時この魚影は浅瀬に佇んでおりピクリとも動かなかったそうだ。死んでいるのだと思った夫妻は影へと近づきこの写真を撮影したぜ。近づく勇気がすごいな。しかし近くで撮影したところ、それまで動かなかった魚影は突然動き出し大きく口を開けたんだ。当然だがこれに驚いた夫妻は急いで逃げ出したぜ。するとその間に巨大生物は海の中へと姿を消し、それ以降見かけることはなかったそうだ。ホラー映画かおまけの演出だよ。近くで撮られた写真がこちらだぜ。頭は胴体よりも大きく、ヒゲのような紐状のものがついてるのが見て取れるな。ちゃんと目もあるじゃん。口も開けたという証言から頭部がある謎の生物ということは間違いないだろうな。しかもこれが撮影された1964年にはまだ画像加工ソフトも登場していないため、画像を加工して謎の生物をでっち上げることもできないんだ。正真正銘その場で撮られた画像ってことね。これには世間も驚き、ニュースなどで大きく取り上げられたぜ。実は海に現れる巨大な細長い魚影はこれまでも幾度となく目撃されており、シーサーペントの名でユーマに認定されているんだ。この写真は最もはっきりとシーサーペントを捉えた画像として今でも有名になっているぜ。貴重すぎる写真、近づいた夫妻はあっぱれだわ。正体については巨大なオタマジャクシやウナギという説があるがいずれも断定されていない。またこのような写真は小魚が群れになっている時にこうした魚影が浮かび上がるという説明で、片付けられることが多いんだが、近くで撮影されたこの写真には目がくっきりと写っているんだよな。巨大なオタマジャクシの頭にしか見えないよ。加工でもない、小魚にしては頭部がしっかり写っていることを考えると、果たしてこれは一体何なんだろうな。もしかしたら今でもフック海の底に巨大な何かが潜んでいるかもしれないぜ。霊夢も言ってみたらどうだ。いや襲われたらどうするのよ。5、写真は有名なのに被写体は身元不明。摩天楼の頂上でランチ。お次は摩天楼の頂上でランチを紹介するぜ。それがこちらの写真だ。和気あいあいでいい写真。鉄拳すぎるでしょ。この写真は1932年にニューヨークの高層ビル建設中に撮影された一枚で、男たちは昼休憩でランチを食べているぜ。景色もいいしみんなとてもいい笑顔だな。いや危ない危ない、安全帯とか何もついてないけど。まあ落ちたら一発でアウトだろうな。なんせここは高さ256メートルの超高層、本来なら足をぶらつかせて楽しくランチなんてできる場所じゃない。何この情報量が多くて異常な写真は。実はこれ、アメリカ史の一時代を切り取ったとして高い人気を誇る写真なんだ。20世紀最高の写真とすら呼ばれるこの写真は、大恐慌時代に職にありつけるのであれば安全性は二の次だった彼らのありのままが収められているぜ。男性たちの表情と危険すぎる状況のアンバランスさが続々するよ。そして写真は瞬く間に有名となったが、およそ70年もの間撮影者も作業員も身元不明という謎の多い写真でもあったぜ。2000年頃には写真の権利を保有する会社が新聞広告を出したり探偵を雇ったりと意欲的に作業員の身元調査を行ったが、結局2人以外身元がわからず自前に終わったんだ。そこまで調べて70年も身元不明って、この人たち何者？一説では彼らはアイルランド系の移民ではないかと言われているぜ。事実、当時同様に大恐慌を迎えていたニューヨークにもアイルランド系の移民の多くが職を求めてやってきていたんだ。アメリカの中心的場所になら職があると踏んだのだろうな。なるほどね、それじゃあ身元もはっきりしないか。合法的に移住するための書類が用意できない人も多く、必要な情報を残さずに過酷な労働条件で働いていた人も少なくはないからな。広告を見て男性の家族を名乗る人は多く現れたが、事実確認できるような証拠は特になく断定に踏み切れたのは二人だけだったぜ。逆によく二人見つけたよ。そして撮影者についてだが、これは判明したような判明していないような微妙な結果が出ている。当初はチャールズ・シーエベッツというカメラマンが撮影者だとされていたんだが、その後撮影当時その場にはカメラマンが複数いて誰がこの写真を撮ったのか詳しくは分かっていないことが判明したんだ。カメラマンが複数？実はな、この写真はビルを宣伝するために撮られたものだったんだ。そのためカメラマンは複数いたし、何枚かバージョンの違う写真も撮られていたぜ。じゃあたまたま撮れたんじゃなくてやらせじゃん。まあそうなるな。ただ演出や舞台を用意はして撮影はしたものの、当時の労働者がこうした危険な職でも飛びついてやっていたのは事実だ。街中にはこうした安全性の低い職場で嬉しそうに働く人で溢れていたし、時代を切り取ったというのは間違いないぜ。確かに、実際この人たちハーネスなしで高所にいるもんね。もちろんこの男たちはみんな実際に働いていた労働者たちだしな。仕事だと言われれば安全ハーネスがなくても危険でも、作業するし写真も撮っていた。
これだけ有名になっても命知らずに生き抜いた彼らの身元は謎という、歴史の皮肉のような一枚だぜ。6、陰謀論渦巻くひょっこり宇宙飛行士。映り込んだ宇宙飛行士。お次は映り込んだ宇宙飛行士を紹介するぜ。これは公園で撮られた一般家族の写真に宇宙飛行士が写っているという謎の写真だ。何を言ってるかわからないと思うが、本当にそうとしか言えないんだよな。とりあえず写真を見てくれ。映り込んだ宇宙飛行士だね。だろ、少女の後ろに宇宙服を身にまとった謎の人物が映り込んでいる。ありえないシチュエーションだが、そうとしか言えない写真なんだぜ。場違いが過ぎる。この写真は1964年に消防士の父親が娘と妻を連れて公園に訪れた時に撮った写真だ。アマチュアカメラマンの父親は娘を被写体に写真を撮っていたんだが、当時公園には二人の初老女性しかおらず、距離も数百メートル離れた場所にいたそうだ。つまり家族以外が近くにいるはずはなかったわけね。ああ、その日は気づかず帰ったものの、数日後現像した写真にこのように奇妙すぎる宇宙飛行士が写っていたため大騒ぎになった。一家はこんな人物に出会っていないにもかかわらず、3枚続けて撮った写真の2枚目だけにこの宇宙飛行士が写っていたぜ。いや、どっから出てきたの君？周囲に人がいなかったのはもちろんだが、父親はアマチュアとはいえカメラマン。背後に誰かいたならシャッターは切らないと話していたぜ。父親が友人や同僚に店相談しているうちに話は大きくなり、最後には警察やフィルム製造元の会社までもが関わる大騒動に発展したぜ。想像の数倍大ごとになった。だがこれだけの人が手を貸したにもかかわらず、調査の結果分かったのは写真が加工されていないという事実だけだった。そのため人々は都市伝説じみた噂を囁き出し、写真を撮った公園付近に UFO 目撃情報があったことから宇宙服の人物は宇宙人ではないかと仮説を立てていた。まさか宇宙人が娘ちゃんをさらおうとしてた。大事件じゃない？あくまで噂だから落ち着いてくれ。この話が世界中に広がるにつれ、写真にまつわる奇妙な出来事も増えていったぜ。まず撮影者の父親の元に黒い服を着た男が訪問してきたんだ。黒ずくめの組織？彼らは政府のものだと名乗ったが身分証は提示せず、父親に写真はいたずらだったと認めるよう迫ったぜ。しかし父親がそれを拒否すると去っていったんだ。何それ怪しすぎるでしょ？悪い人じゃないでしょうね。父親も詐欺かいたずらだと思って突っぱねたらしいんだが、実はこの黒ずくめの男たちは UFO マニアから恐怖の対象とされている謎の人物にそっくりだったんだ。マニアの間では宇宙人や UFO に関わる決定的な何かを見てしまった人のところへ訪れ、脅迫などの妨害工作をする人物として知られているぜ。そうなの？メンインブラックという名前を知ってる人は多いんじゃないだろうか。それが彼らの名前だぜ。父親の元に現れたのが本当に彼らかはわからないが、特徴とやっていることが一致しているな。急にホラーになってきたわ。さらに不思議な事件は続く。この写真が話題になると、イギリスから写真のコピーを送ってほしいという声が上がったんだ。新聞のネタにでもするのかな？いや、実はこの写真が撮られた同日にイギリスでロケット打ち上げの予定があってな。当日に発射場を歩く宇宙服を着た謎の二人組がカメラで確認されたため発射は中止になったんだが、モニターで宇宙服二人組を確認していた技術者が、この写真の人物がその二人に似ていると言い出したんだよ。じゃあ写真の宇宙服マンがイギリスのロケット発射を邪魔したってこと？そうなるな。しかも打ち上げ予定だったロケットの製造場所が写真を撮った場所から3キロほどの近場だったこともあり、宇宙計画を邪魔しに来た宇宙人、あるいはどこかの国の工作員ではないかと噂されたぜ。陰謀論来た、背筋がゾワってしたよ。ただこの写真は、コントラスト調整すると、宇宙飛行士がノースリーブの青い服を着た人物に見えるようになるという情報があるんだ。撮影当日の母親の衣装も青くノースリーブだったために、彼女が背後にいたんだと主張されているぜ。奇跡の一枚だった。可能性があるな。ただ、背後の人の推定身長は175センチと高めで、当時の母親の服装の詳細は分かっていないから断定はできない。写真を撮ってると分かっているのに、そんな場所に母親が立っているのかという疑問もあるぜ。父親も後ろには人がいなかったって言ってるんでしょ？ああ。当時のカメラのファインダーは現像時の 70% ほどの視野しかなかったから、見えていなかった可能性は捨てきれないが、父親本人も母親は自分の後ろにいたと言っていたからな。いずれにせよ当時のことはもう確かめようがないし、一体これが何を捉えたものだったのかは謎のままだぜ。気になるけど黒ずくめの人が怖すぎて深入りできない。この世には暴かれない方がいいこともたくさんあるからな。ロマンはロマンのままにしておこうぜ。7、謎の家族のドキュメンタリー写真。無名のマーゲイトの家族。最後は無名のマーゲイトの家族を紹介するぜ。
この写真は2015年にスコットランド博物館が入手したビクトリア朝の写真コレクションにあった一枚だぜ。ビクトリア朝は1837年から1901年まで続いているから、この写真もその間に撮られたはずだぜ。あら、いい写真。この家族は一体何者なの？謎だ。もう終わりだわ。変だと思ったのよ。撮影した年も曖昧だし。鋭くなったな、霊夢。この写真はマーゲートという土地で撮られた余暇を楽しむ一家の写真なんだが、奇妙なのはこの一家だけ何枚も写真を撮られているというところだ。他の写真の紳士淑女は一度や二度の撮影なのに対し、この一家だけは年を重ね何年にもわたって写真に写り続けているんだよ。ドキュメンタリー写真だわ。ってことは地位のある一家なのかな。そう考えるのが妥当だ。だがなぜかこの一家の詳細は調べても出てこないんだ。仮にも地位のある人間なら必ず記録は残ってるはずなのに、詳細は愚か手がかりすら残っていないから奇妙なんだよな。これは謎すぎる。無性に一家のことが気になってきたよ。かなりの頻度で余暇を楽しみに訪れているし、財力もありそうなんだがな。ちなみに撮影者はコルダーというプロの写真家であることはわかっているが、一家の情報には繋がらなかったぜ。プロに頼んでるとなると、やっぱり財力あるメーカーだと思うんだけどな。悩む霊夢に追い打ちをかけるようだが、さらに奇妙なことがある。なんと一家はこれだけ長い年月写真に収められていたのに、ある時プツンと写真がなくなっているんだぜ。普通すぎない？心配すぎるんだけど。一体彼らは何者で、なぜ突然消えてしまったんだろうな。多くの謎を残したこの写真は、イギリスで魅惑的な謎の一つとして今でも話題になっているぜ。みんなはこの一家は何者だと思う？コメントで聞かせてくれると嬉しいぜ。というわけで今回は未だに解明されていない謎の写真を7枚ほど紹介したぜ。背筋がゾクッとするものから興味が湧くものまで、本当の謎を知った気がするわ。謎だというだけでなぜか見るのをためらってしまうような、けれど好奇心に勝てずに見てしまう、それが謎の写真だぜ。忘れられた私の写真は断じて謎ではない。すみませんでした。さて今回の動画はここまでだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、この前教えてくれた写真シリーズがまた聞きたいんだけど。おお、急にどうした。たった一枚の写真に未知数の謎が詰まってるなんてロマンじゃん。あれを聞いて以来夢に見るようになっちゃったのよ。ロマンを求めた人間の恐ろしい末路だな。よし、じゃあ霊夢の夢見のために今日は未だに解明されていない謎の写真第2弾として6枚の写真を紹介するぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、あちこちに映る身元不明の少女。シベリアの謎の少女。トップバッターはシベリアの謎の少女だ。少女の存在が話題となったのは、シベリアのクラスノヤルスク地域博物館の職員が声を上げたためだったぜ。当時職員はシベリアで撮られた1900年代初頭の写真をデジタル化していたんだが、そこでこの謎の少女を発見したんだ。少女の写真がこれだ。どこにでも写ってそうな普通の女の子だけど、普通なら目にも留まらないかもしれない。だがこの少女は写り込んでいる回数が異常だったんだ。なんと彼女が写っていた過去の写真は20枚にも上り、他に4つのガラス板ネガにもその姿が発見された。それはさすがに写りすぎだね。少女は複数枚に姿を現しつつも非常に小さな写り込み方をしていたため、デジタル化し拡大ができるようになったこのタイミングでようやく発見され注目を浴びたぜ。そんな少女の写真は、特定の一箇所ではなくクラスノヤルスクのランドマークを中心に様々な場所で撮影されていたんだ。当時街の至るところで遊んでた子なのかな。その可能性は低いだろうな。撮影場所も変わるのに毎回写り込むというのは明らかに不自然だ。それに少女は写真の中で比較的裕福そうな格好をしている。毎日街のどこかで遊んでいるようなおてんば娘ではなかったはずだぜ。じゃあなんで？考えられるのは、この子がどこかの有名な建物の撮影中にたまたま写り込んでいるのではなく、この子を撮るために様々な場所を選んで撮影をしていたという可能性だぜ。彼女が写真の主役だったってわけだ。そんな個人的な写真が博物館に貯蔵される？普通に考えて変だよな。だからこの少女が一体誰なのかが問題になったんだ。ひょっとしたら歴史に名を連ねた誰かの関係者かもしれないし、この子自体が有名な人間かもしれない。人々は少女の身元を躍起になって調べたぜ。一体この子は誰だったの？それが、未だにわかっていないぜ。入手できたのは写真に写っていた情報だけで、少女の服装がいつも同じような白いドレスだったこと、いつも同じ硬い表情と立ち姿をしていること、ブーツやドレスは変化しているもののいつも同じ物腰で、必ず写真の目立たない位置に写り込んでいることくらいのものだった。身元に繋がる情報がなさすぎる。
唯一少女の情報としていられるのは、写真が撮られた1900年から1908年の間に少女はおそらく8歳から10歳程度の年齢だったということだけだな。これも見た目からの推測でしかないが、これじゃ身元特定は難しいわね。一番有力なのはこの子は撮影者の娘やそれに近い親戚という説だが、残念ながらこの写真を誰が撮ったのかなぜ博物館に行き着いたのかもわかっていないんだよな。多くの写真にその姿が残っているのに、誰なのかはさっぱりわからないという謎めいた少女なんだぜ。一体どういう背景で、そしてこの少女が誰なのか、知りたくてたまらないわ。あまりに映り込んでる枚数が多いことで少女は当時のクラスのヤルスクのシンボルのような存在になってしまっているし、地元の人々も少女の身元が気になって仕方ないようだ。今後もし少女の身元が判明して、それが歴史に関わる誰かだったら、セピアに染まったたった一枚の写真が教科書に載る大出世を果たすかもしれないぜ。すごい価値を持った一枚かもしれないなんてロマンすぎる。こっちを見つめるあなたは誰で何を思ってるの、教えてよー。2. 革製品を身にまとった謎の放浪者。レザーマン。お次はレザーマンを紹介するぜ。まずは問題の写真を見てもらおう。それがこちらだ。どこにでもいる普通のおじさんの写真ね。そう、どこにでもいる普通のおじさんの写真だ。なぜこれが謎の写真と呼ばれているかは、おじさんの身元に関係してくるぜ。一見ただの放浪者に見えるこのおじさんは、実に多くの謎を持ったままアメリカの伝説となったんだ。まず彼はいつも全身を手製のレザーの服で包んでいた。レザーマンの由来発見。その通り、夏も冬も彼はこのレザーを身にまとっていたからな。彼は放浪者同様に各地を渡り歩いていたんだが、その動きは非常に規則的で何かのルールに則っているかのようだった。まず彼のねぐらは必ず洞窟で、一つの場所に一晩以上留まることはなかったぜ。せっかくの寝床なのに。加えて彼は1883年から1889年の6年間にわたり、ニューヨークのバーモントからカナダまでを縁になるように移動して何度も同じ道を通ってたんだ。だから一度寝床にした洞窟には薪や生活用品を残していってたそうだぜ。行く当てを探してって感じじゃなさそう。何が目的なの？もちろん謎だぜ。彼の不思議な点はまだまだある。この円を描いたような道のりはおよそ 590km になるにもかかわらず、彼はこれをおよそ34日間で一周するという規則的な放浪をしていた。もちろん彼は全て徒歩で移動していたぜ。いや修行か。本当に何かの修行や刑罰のような生活をしていたんだよな。そんな行動の反面、彼が通る決まった道、決まった街ではなぜか彼はいつも人気者になっていた。ただどれだけ街の人に一晩泊まっていけと言われても、彼は洞窟での寝起きを貫いたそうだぜ。本当に何者、不老者の待遇ではないよ。とある町ではレザーマンを一目見ようと学校の生徒たちが道端で熱心に待ち続けたこともあるくらいだ。彼にはなぜか人を引きつける親近感のようなものがあったのだと語り継がれているな。これだけの人と接しながらも彼自身の情報が残っていないというのもまた謎だぜ。謎すぎる、写真も情報も残ってるのに肝心の身元が闇の中。さらに悩ませるような情報なんだが、実はレザーマンは非常に語学が堪能だったんだ。英語も話すが特にフランス語がペラペラで、読み書きも問題なくできていた。だがなぜか人との会話にはうなり声やジェスチャーを多用していたんだよ。ペラペラなのに急に民族的。カナダ人と推測されているが真実は不明で、ひょっとしたら他国から流れ着いた人だったのかもしれない。彼は他人との会話を嫌ってはいなかったが、自分の出自については決して語らなかったし、何か隠したい過去があったのかもしれないな。聞けば聞くほど謎が深まる人だわ。そんなレザーマンは1889年3月にニューヨークにあるマウントプレザントという町の洞窟でその生涯を終えたぜ。彼は最後まで自分の出自について語ることなくこの世を去り、人々に多くの謎だけを残していったんだ。そこまでして隠したい身分だったのかしら？そういった説もいくつもあるな。その後彼の遺体は貧困者用の墓地に埋葬されたが、訪れる人があまりに多かったために墓石が与えられたぜ。そこにはジュール・ボーグレイという名が刻まれていたが、これが彼の本名であったのかも不明となっている。これだけ慕われてるのに名前すら本物かわからないなんて。2011年にはその名前もなくなってしまったしな。彼のお墓が高速道路に近すぎるために移動され、その際にお墓の名前も直されたんだ。今彼のお墓に書かれてるのはたった一言、ザ・レザーマンだけだぜ。写真に残る実在の人物なのに、結局わかってるのは彼がレザーマンだったってことだけなのね。ちなみに、移転時には考古学者の立ち会いのもと遺体の発掘が行われたんだが、なんと墓の下から発掘できたのは棺の残骸と思われる錆びた釘だけだったそうだ。人々の記憶に深く残りながらも、その亡骸すら消えてしまったんだぜ。
自分の身元を最後の最後まで隠し通したみたい。彼は何を求めて放浪したのか、その目的は達成できたのか、一体何者でどうして放浪者になったのか、知りたいことは山ほどあるが、彼はきっと何も聞かれたくなかったんだろうな。今では都市伝説のように語られる彼の存在だが、この写真が彼が生きてたことを証明し、またその謎を深めてくれているぜ。まさに無数のロマンが詰まった写真だわ。3.FBI もお手上げの謎の暗号。リッキー・マコーミックの暗号。お次はリッキー・マコーミックの暗号を紹介するぜ。まずはその写真を見てもらおう。手紙じゃないわね、文字が点でバラバラだけど。これはリッキー・マコーミックのポケットから発見されたもので、未だに解読されていない謎の暗号だ。リッキーさん答え教えてよ。それができたら困らないんだが、リッキー・マコーミックは1999年6月にアメリカ、ウェストウルトンのトウモロコシ畑で遺体となって発見されているんだ。じゃあこれって、遺体が持っていた謎の暗号というわけだな。リッキー・マコーミック当時41歳は、発見当時すでに腐敗が進んだ状態だったんだ。衣服は皮膚にくっつき、体の一部は剥がれ落ちていたぜ。彼はもともと心臓や肺に持病を抱えていたために事故死と判断されていたが、調べてみると不審な点が多かったんだよ。彼が発見された場所は彼の住んでいた場所から離れていて公共交通機関もない場所だったが、彼は車を持っていなかったし運転もできなかったんだ。加えてポケットからはこの謎の暗号が発見されたもんだから大騒ぎだぜ。これは事故じゃなく他殺の香り。警察もそう考えて捜査を始めたんだが、肝心の暗号の解読が進まなかったんだ。そもそもリッキー・マコーミックは軽度の知的障害を持っていて、読み書きは自分の名前を書くことくらいしかできなかったんだ。幼い頃から落書きなどはしていたが、それは走り書きのようなものでしかなかったそうだぜ。じゃあこれは誰が書いたの？わからない。リッキー・マコーミックについてはこの他にも非常に賢い人物だったという周囲からの評判も残されているため、読み書きを学んだ、あるいは暗号だけは綴れたと考えても矛盾は生じない。この暗号は本人が書いたとも、誰か別の人が書いたとも考えられるんだ。知的障害のある方はある方面に天才的な才能を持つこともあるし、判断できないね。捜査で事件の真相を明らかにできれば問題はなかったんだが、リッキーの遺体は腐敗がひどく死因が特定できなかったんだ。捜査でも他殺か事故か判断ができなかったぜ。謎しか存在しない。ちなみにこの遺体の状態もまた不自然でな。彼は亡くなる3日前にガソリンスタンドで働く姿を目撃されていたため、最長でも遺体は3日しか放置されていなかったはずなんだ。にもかかわらず、死因の特定が困難なほどに腐敗が進んでいたぜ。そんな。そこだけ時が早く過ぎたみたいな。いくら夏に近づいていく時期とはいえ、6月下旬の気温は高が知れている。普通であればここまで腐敗が進むはずはないため、警察はどこか気温の高い場所で殺害され運ばれたか、腐敗が進むような処理をされたのではないかと推測していたぜ。もしそうなら計画的すぎて怖いよ。もちろんあくまで推測だがな。さて事件現場から得られる手がかりがないならやはり暗号を解くしかないとして、FBI の暗号解読班が捜査に乗り出しこの暗号を解読しようと試みたぜ。しかし結果は惨敗。そもそもこのメモの暗号には参考にできるようなサンプルがないため、解読のしようがなかったんだ。FBI で無理ならもう無理よ。FBI はとうとう一般にこの暗号を公表し、有志の解読者を募った。しかしそれでもこの暗号が解読されることはなく、今日まで謎のままとなってしまっている。それに伴いリッキー・マコーミックの事件についてもまた、未解決のままだぜ。この暗号が全ての鍵なのに難しすぎるのよ。コナンも見て見ぬふりするレベル。もしかしたらリッキー・マコーミックはこうした暗号を考える方面に天才的に長けていたのかもしれないな。解読の精鋭チームによれば文字の羅列にはきちんと規則性や意味合いがあり、かなり高度な暗号のようになっていたそうだぜ。彼の特技が裏目に出てしまってるかもしれない。もちろん犯人が考えて書いたものだという可能性もあるが、いずれにせよ暗号のレベルが高すぎる。誰が何のために書いたものなのか。旗から見ればただの落書きにしか見えないこの写真は一つの事件の深い闇を隠し続けているんだぜ。これは未解明じゃなくなってほしい写真だね。4、理由不明の長距離移動と最後、謎の巡礼者。お次は謎の巡礼者について紹介するぜ。まずはその写真を見てほしい。それがこちらだ。寒そうにしてるおじさんね。まさにこの人が謎の巡礼者と呼ばれているおじさんだぜ。実はこの写真は2016年1月にイギリスの警察によって公開されたものなんだ。じゃあ行方不明とか何かの事件に巻き込まれたとか。ちょっと違うが、このおじさんはイングランドのインディアンズヘッドピークという山の457メートル地点で遺体となって発見された。
おじさんは発見時身元を特定できるようなものは一切身につけておらず、そばには薬の瓶だけが転がっていたため自殺と判断されたぜ。いや、謎すぎて怖いんだけど。さらに謎なのは、この人は空港から地下鉄で移動した後、発見された場所まで徒歩で移動していたんだ。その距離なんと 322km。 この行動から彼は謎の巡礼者と呼ばれるようになったんだ。レザーマンしかり修行しすぎじゃない？なぜこうも徒歩で長距離を移動しているんだろうな。しかもこの写真を警察が一般公開している。世界各地で身元不明者はかなりの数存在するが、その中で警察から公表されるのは何かしらの理由を持った人だけだ。そのためおじさんが何者なのかと世界中で話題になったぜ。やっぱり何かの事件に巻き込まれてたんじゃ。当初人々の間でもこの人が連続殺人犯だとする説や、飛行機の大事故で生き残った数少ない人だとする説が出たんだが、結局このおじさんはそのどちらでもなかったことが2018年に分かっているぜ。身元判明したの？ああ、この人はデビッド・リットンという名前の男性だった。まあ身元が分かっても彼の奇妙な行動の理由と警察が写真を公開した理由については謎のままとなったんだがな。身元判明は全ての謎を解くわけではないのね。もともと彼は一匹狼の気質があり、友人親族関係からも詳しい事情は出てこなかったんだ。ただ彼は過去にうつ病の発作を起こしていたことが分かっているから、もしかしたら人生に絶望して最後の場所を探しに来たのかもな。けど322キロって、最後にそんな苦行しなくても。最後だからこそ歩きたかったとも言えるんじゃないかな。自分にゆかりがあったのか、行ってみたかった場所なのかはわからないが、そこに自分の足で赴き何かを考えたかったのかもしれない。それこそ本当にこの旅は彼にとっての最後の巡礼だったのかもしれないぜ。なんだか写真のリットンさんが悲しげに見えてきたよ。事件に関与してるわけでもなかった男性が警察によってその姿を一般に公開され、身元は分かったものの謎が残り続けている。この写真、その背景を考えれば考えるほど何か寂しさが生まれてくるぜ。5、真偽不明の心霊写真。 SS ウォータータウン号の幽霊。お次は SS ウォータータウン号の幽霊を紹介するぜ。しんみりしてたのに急に心霊。しょうがないだろ、謎の写真がたまたま心霊写真でもあっただけだ、我慢しろ。早速だが問題の写真を見てくれ。ひぃ、がっつり写ってる。写真の中央に2つの顔が浮かんでいるよな。これは1920年代に SS ウォータータウンという汽船の甲板で撮られた写真なんだ。実はこの SS ウォータータウン号は、1924年12月にとある事故が起きていてな。当時の船員2人が貨物内部の清掃中、ガス漏れが発生し有毒ガスが貨物倉庫に充満したんだ。この異変に誰も気づくことができず、清掃中だった2人は命を落としてしまったぜ。ガスは目に見えないから気づけないのよね。航海中だったため葬式は船上で行われ、2人の遺体は海へと返されたぜ。しかしこの日の夕方からおかしなことが起き始める。なんと船員が次々と亡くなった2人の亡霊を見たと報告し出したんだ。それはいずれも海面の波の中に現れ、じっとこちらを見つめていたそうだぜ。怖い怖い、100% 彼らの亡霊じゃないの。あまりに報告例が多いために雇い主は証拠写真の撮影を提案した。そうして撮られたのがこの SS ウォータータウン号の幽霊の写真だ。この二つの顔は船員曰く亡くなった二人の顔にそっくりで、いつも同じ大きさを保って少し離れた波の間から船を見つめているそうだ。ってことは、泡とか波の見間違いじゃない？そうなるな。ちなみにこの写真は当時探偵事務所によって調べられたが、トリックは見つからなかったと報告されている。その後 SS ウォータータウン号の船員が交代したタイミングで姿を消したようだが、彼らは最後の別れの挨拶をしていたか、まだ自分が生きて後悔していると思っていたのかもしれないな。切ないけど、こんなの見たら船に乗ってられなくなっちゃうよ。この悲しくも恐ろしい写真は古くから心霊写真とされてきたが、当然懐疑的な意見も少なからずあり、その真偽は未だに定かではない。確かめようにも当時の船員はすでに皆亡くなっているから、この写真はおそらく永遠に真偽不明の謎の写真だろうな。いやこれは本物でしょ、こんな昔に加工ソフトなんてないもん。6、謎に包まれた悲しき怪人。レ、ロヨン。最後はレ、ロヨンの写真を紹介するぜ。まずはその写真を見てもらおう。迷彩服。誰これ？これこそがレ、ロヨンだ。彼は2000年頃からスイスのモールという町にあるで、群れという森で目撃されている謎の人物なんだ。この写真は2012年に撮影されたもので、彼の姿を捉えた数少ない貴重な写真だぜ。森で目撃される謎の人？不気味すぎない。その風貌もまた不気味だったぜ。レ、ロヨンは軍用迷彩服とマントを身につけ、顔には古い軍用ガスマスクを着用し、時折手には花束を持っていたそうだ。
身長は2メートル近い高身長で、誰と遭遇しても一言も言葉を発さないぜ。謎が過ぎる。彼は特に何か人に害を与えるわけでもない、ただ謎で不思議な人だった。しかし地元では彼のその風貌を恐れ、森の怪人とまで名前を付けられていたぜ。そのうちね、ロヨンの存在はメディアにも取り上げられ、伝説のように語られていったんだ。これだけ謎に包まれてると有名にもなるよね。ああ、皆が彼について噂し不気味だと恐れたぜ。するとこの反響を知ったの彼、ロヨンは、数ヶ月後に、自殺してしまったんだ。森の中に彼が身につけていた迷彩服とガスマスクが捨てられていて、そのそばにメモが残されていたんだ。そこには、自分は何も害を及ぼさないのに人々から化け物のように見られるのが耐えられない、と書いてあったそうだ。そんな、ただ彼と思わしき人物の遺体が発見されたのかどうかすらわかっていない。で、ロヨンはその素顔も素性も全く謎のまま、忽然と姿を消す結果となったぜ。怖がって本当にごめんなさい、どこかで生きててほしいよ。そうだな。で、ロヨンが身につけていたものが軍用の服やガスマスクだったことから、彼は元軍人だったのではないか、戦争に関係する名のある人物なのではないかと噂されている。彼は戦争で負った傷を癒すために素性を隠して森を散策していたのかもしれないな。写真の背中が悲しく見えてくる。彼の残した服とメモは本当に命を絶つという意味だったのか、はたまたこの姿で何かをすることを金輪際やめるという意味だったのか。それすらわからないが、おそらく彼のこの行動には彼しかわからない大事な意味があったんだろうな。今もどこかで人生に絶望せず生きててくれるといいんだが。そういえば花束を持ってたって言ったよね。もしかして戦争で失った誰かを悼む行為だったんじゃ。それも考えられるな。だとすれば彼の服装も一人である理由もまた変わってくるな。だが、いずれにせよ残されたのはこの一枚の謎の人物が写った写真だけで真実は闇の中だ。今はただ彼の安寧を祈ろうじゃないか。というわけで今回は未だに解明されていない写真第2弾を紹介したぜ。たった1枚で夢も持てるし背景を想像して悲しくもなるし、写真で存在は証明できるからこそ謎が深まってるし、写真があるだけで信憑性も上がるし、なおさら想像することを止められないよな。さて今回の動画はここまでだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。さて今日は人気シリーズと化している謎の写真について紹介していくぜ。待ってました。やっぱり人は謎に惹かれるものなのね。そうだな。特にたった一枚の写真という、一目見れば情報を読み取れるはずのものに謎や背景が隠されてるのが面白いんだろうな。そうそう、さすがよくわかってるー。というわけで今日もみんなの好奇心をくすぐりにくすぐっていくぜ。未だに未解明の謎を抱えた写真7枚を紹介しよう。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1. 写ってるのは大統領暗殺の重要参考人、バブーシカレディ。トップバッターはバブーシカレディだ。バブーシカレディについては以前世界の謎の動画でも取り上げたが、こちらでも取り上げさせてもらうぜ。あいあいさー。さてこの写真に写っているサングラスにほっかむりの女性、彼女こそバブーシカレディだ。いや写真の写り方の癖。彼女は1963年に起きたケネディ大統領暗殺事件の発生現場で、暗殺の瞬間を最も間近で撮影していたとされている女性だ。ロシアの年配女性が被るようなスカーフを着用している様から、バブーシカ、ロシア語でおばあさんという意味の名が付けられているぜ。なんだか不思議な女性だよね。ああ、彼女の存在は様々なフィルムでその存在が確認されているのに、その身元に迫る情報は未だに一つもないからな。加えて FBI が地元の写真業者に対し暗殺当日の写真にまつわる依頼は報告するよう要請していたにもかかわらず、バブーシカレディが撮影したと思われるものは一つも発見されていないぜ。一体何のために撮影して、どこに写真を持ってったのかしら。まあこれだけならまだ海外からやってきた旅行者の可能性も否定はできなかったが、当時の映像に残された彼女の行動が実に不可解だったために注目されることになった。大統領が射撃されたとなれば現場は大混乱となり、慌てふためき逃げ惑う人々で溢れるものだ。だが彼女はたった一人動じることなくすっとその場で立ち上がり、大統領のいる方向を見つめていたぜ。不気味なほど落ち着いてるのよね。そして非常に近い距離から大統領の遺体を撮影し、その後は狙撃者がいたであろう方向も撮影していたとされている。目の前で起きた暗殺に戸惑いもせず、まるで起きることが決まっていたかのように振る舞う姿に、警察は彼女を暗殺計画に関わる重要な参考人だと睨んで大々的に捜査を行ったぜ。もしかしたら彼女が事件解決の鍵を握ってるかもしれない。しかし捜査も虚しく何ら情報は得られなかった。
メディアに対してもバブーシカレディについての情報を流し人々に協力を仰いだものの、彼女の身元も彼女が撮影したフィルムも見つかっていないぜ。これだけ映像にも写真にも残ってて詳細不明って謎すぎるよ。現在でも彼女の写真とその謎は語り継がれ、彼女が暗殺の黒幕、関係者であるという説やタイムトラベラー説など多くの推測が飛び交っている。彼女は一体何のためにそこにいて、どこへ消えたのか。彼女に関する情報はこの写真以外に残っていないぜ。彼女の不敵な笑みが好奇心を煽ってくる。2、真偽不明の衝撃の一枚。崩れ落ちる兵士。次に紹介するのは崩れ落ちる兵士の写真だ。まずは写真を見てくれ。兵士さんが、倒れかけてる。その通りだ。この写真は1936年に写真家ロバート・キャパが撮影したとされる写真で、スペイン内戦中の共和国政府側の兵士が、セロ・ムリアーノの戦いで反乱軍と戦ってる最中に銃弾で倒れたところを撮影されたものだぜ。射撃されてるのこれ？こんな間近で撮影してるなんて、衝撃の作品だよ。ああ、これが世に発表されるとすぐさま注目を浴びていたぜ。ピカソのゲルニカと並んで反ファシズムのシンボルとして扱われるようになり、無名の青年写真家だったキャパを一躍有名にしたんだ。物議を醸しそうだけど、すごく語りかけてくるものがあるね。霊夢の言うようにこの写真は物議を醸した。だがそれはこの写真が本物なのかという方面に対してのものだったがな。偽物の可能性があるの？要はやらせではないかという疑いがかけられたんだ。かなり鮮明な写真だが、兵士の傷口ははっきりとは見えず本当に撃たれているのかがわからない。確かにその違和感は感じたんだよね。そして写っている兵士についても一度は実際にスペイン政府の公式記録に残っている兵士だったとして認められたが、後にそんな公式記録は存在しなかったと判明すると状況がかなり二転三転していたぜ。当事者のキャパさんは、なんて言ってるの？それが彼は生涯この写真について多くを語らなかったんだよ。そのため議論は白熱し、今でもこれが本物なのか偽物なのかの議論がされ続けている。多くの調査によりやらせ説にも本物説にもそれなりに納得のいくような主張や証拠が揃っているから悩み物だぜ。そうなのね。証拠って例えば、まずやらせ説、主張を見るにこちらの方が優勢っぽいな。この写真が撮影された現場は特定されているんだが、実は撮影当時その場所で激戦は繰り広げられていなかったことが記録から判明している。この撮影地域で激戦が繰り広げられたのはこの写真が発表された3週間後、撮影当日には起きていてせいぜい偵察機の飛来程度だとされているんだよ。戦闘がなければ銃撃されることもない。これは確かに優勢になるわね。加えて兵士の特定もできずじまいだし、これは全く関係ない人を使って撮影をしたか、あるいは演習中に足を滑らせ転んだ兵士の姿をたまたま撮影したものだと主張されているぜ。足を滑らせ転んでいるのだとしたら無駄に臨場感すごくて草。なんだか本物とする証拠の方が薄そうだね。だが国際写真センターの専門家たちはこれを本物であると信じ続けている。彼らは撮影時に兵士はスナイパーによって撃ち抜かれたのではないかと推測しているんだ。戦火の中であれば激戦区でなくともスナイパーの狙撃が行われてもおかしくはないし、こちらも完全否定はできない主張になっているぜ。どっちもあり得るから難しい。何かしら決定的な証拠がないと進展はなさそうだわ。また一説ではこの写真はそもそもキャパではなく彼の恋人が撮ったもので、取材中に恋人が戦車に轢かれて亡くなったためにキャパはこの写真を公表して反ファシズムを強く訴えたとも言われている。この写真の真偽は別としても、彼が伝えたかったことはただ一つだったんじゃないだろうか。そんな、やらせでも本物でも辛すぎるよそれ。撮影者本人は写真について語らずこの世を去っているし、この写真のネガやオリジナルプリントも現存していない。確かめようにも記録や写真から推測するしか方法がないため、この写真は永久に真偽は不明の写真だと言えるだろう。だがその謎に込められた思いや背景を考えると、また少し違った意味で興味をそそられる非常に深い写真となっているぜ。たった一枚で多くのことを考えさせられる。一味違った謎の写真だね。3、福岡藩の謎を解明する鍵になる。7人の武士。お次は7人の武士の写真を紹介するぜ。その写真がこちらだ。かっこいい、凛々しい武士が7人並んでるわ。この写真は2019年にとある新聞社へ、家に伝わる古い写真の人物を調べてほしい。という依頼とともに寄せられた写真だ。写真についての伝承や記録などはないが、依頼者が幕末の福岡藩の家老、加藤支所の家来の末裔であり、同藩出身で三井財閥を築いた段卓馬の縁者ということで取り上げられていた。つまり、幕末の福岡藩に関わりのある写真かもってことだね。そういうことだ。福
福岡藩は江戸時代に越前の国と呼ばれた、現在でいう福岡北西部のほぼ全域を領有していた藩だ。黒田官兵衛の子孫が代々藩主を務めていた藩だぜ。ふむふむ。さてそんな福岡藩に関係があるかもしれないこの写真、写真内の武士たちが台頭していることからおそらく江戸時代に撮影されたものと見られている。また写真の台紙にはうっすらと米国ロサンゼルスの住所が刻印されていたようだ。ってことはアメリカで撮られたのかな？いや、写真美術館職員によれば撮影技術の未熟さなどから幕末の日本で撮られた可能性が高いそうだ。ここから考えられるのは国内撮影後に米国でプリントした説、国内で撮影し輸入した印画紙にプリントした説だぜ。そして前者の可能性が高いのではないかと言われている。撮影は国内でプリントはアメリカってどういう状況？これは被写体本人、あるいは被写体と近しい関係の者の人間が留学した際にお土産としてプリントしてきた説が考えられるぜ。実は先ほど出た段卓馬含め、福岡藩士、旧藩士は藩主の黒田家の支援で渡米、渡欧しているんだ。へぇ、福利厚生が手厚い最高の職場じゃない？そのため被写体本人、あるいは近しい人間が留学生で、米国でお土産代わりに写真をプリントしたという可能性がある。福岡藩士は廃藩置県後もつながりが続いていたようだが、肝心のその人間関係はまだはっきりしていないことが多い。ひょっとしたらこの写真に写っている人間が、福岡藩の著名な人との意外な関わりを持ってる可能性もあるぜ。そうだったらとんでもないお宝写真だよ。ちなみにだがこの写真の中央に写っている人物を元にしたと思われる烏帽子姿の肖像画も依頼者宅に残っているそうだ。着物の紋を見る限り福岡藩上層部の人物には該当しないものの、身元自体が不明のため関係がなかったとは言い切れないからな。一体彼らが誰だったのかが気になるところだぜ。まだ解明されてない歴史の1ページが垣間見れるかもしれないなんて、ロマンしかないよ。4. 写った死神は本物か偽物か。ニュービー教会の亡霊。お次はニュービー教会の亡霊を紹介するぜ。こちらはちょっと心臓がヒヤッとする系なので注意してみてくれよな。それがこちらだ。レトロな写真。でわー、写っちゃいけないもの写ってるね。そう、画面右側に死神のような半透明の何かが写り込んでいるんだ。これは1963年にイングランドのヨークシャー北部にあるスケルトンカムニュービー教会で撮影された写真だ。撮影したのは教会の牧師で、突然写った異形のものにひどく驚いたそうだぜ。そりゃ驚くわ、おかわりいただけるだろうかだわ。お分かりいただけた、な。写真に写ったそれは死神にも修道士にも見えるようないでたちをしていて、顔には映画スクリームに出てくるゴーストフェイスのようなマスクをかぶっているように見える。ちなみにこの教会は1870年に建てられたものだが、それまでこうした心霊騒ぎは一切なかったぜ。たまたまここに魂を借りに来てたとか？わからない、この異形のものの正体も写真の真偽も不明なんだ。もちろん撮影者の牧師は撮影時にこんな人物はいなかったと言っているし、そもそも聖職者が心霊写真をでっち上げたりするかという疑問もあるぜ。確かに、撮影した場所も教会だしなおさらだよ。この写真は撮影されて以降多くの媒体で取り上げられ、今でも本物だと信じられている数少ない心霊写真だ。ただ写真内の教会の風景と死神に若干の解像度の違いが見られるとして、偽物だとする説も根深いぜ。怖すぎるからフェイクであってほしいけど、本物の心霊写真ってのもロマンがある。この写真の真偽に関する物理的な証拠は見つかっていないため、どちらとも言い切れないな。ちなみにこの写真に写っている死神の身長は、一緒に写っている祭壇などと比較するとおよそ2メートル74センチもあるそうだ。でかくない？そんなのが釜を持ってきたら逃げられないよ。おとなしく魂を狩られるしかないぜ。加えてこの死神とよく似た姿をした幽霊が映り込んでいる映像も存在している。2003年にイギリスのハンプトン宮殿の監視カメラで撮られたそうだが、これが同一のものを映していたのであれば同じイギリス国内で死神が2度も確認されたことになるな。怖い怖い、やっぱり本当に死神がいるんじゃ。もちろんこちらも真偽不明で、正体は死神だという説もあれば宮殿関係者の霊とする説、生きてる人間とする説など様々だ。はるか昔から語り継がれているしを司る死神という存在、私はいてもおかしくないと思うがな。絶対いるでしょ、きっとサンズの川で釜持って先導してるんだよ。それはこっちの死神の話だな。5. 本物説が優勢な UFO の写真。オレゴン州マクミンビルの UFO 写真。お次はオレゴン州マクミンビルの UFO 写真を紹介するぜ。まずはこちらをご覧ください。がっつり写ってますよマリサさん。いいんですかこれ放送して。めちゃくちゃ有名な UFO 写真だから安心してくれ。これは1959年にオレゴン州マクミンビルで撮影された未確認飛行物体の写真だ。
撮影したのは一般人の夫婦で、彼らの証言によればこれは金属製の円盤だったそうだ。UFO を見たなんて羨ましすぎる。旦那が慌ててカメラで撮影したのがこちらの写真。撮影後に円盤はスピードを上げて西の方角に消えてしまったそうだ。写真には円盤の底部が黒っぽいことや、平べったい台形でアンテナのようなものが出ている様子が見て取れるぜ。ザ、UFO って形してるわ。この写真は地元のメディアで取り上げられるとすぐさま話題になり、専門家たちの中で最も議論される写真となっていった。ネガが噴出したため、再発見された17年後に調査が行われたが真偽について答えは出なかったぜ。ネガを調査すればわかりそうなものだけど、まあ UFO の存在を認めるか認めないかの話になってしまうからな、仮に本物でも断言はできないだろう。ただこうした UFO 写真に懐疑的なコンドン委員会がこの写真に対し、写真と現場を調べた結果、あらゆる要素が、明らかに人工物と思われる直径数十メートルの銀色の金属製の円盤型異常飛行物体が二人の人間に目撃された、という主張と符合する。との見解を示し、報告書の中でも唯一この写真だけ否定しなかったんだ。それすごいことじゃない？あとコンドン委員会って何？UFO の公式調査を引き受ける委員会で、学術機関の関係者で構成されているんだ。責任者の博士が UFO に懐疑的なため、どの UFO 写真も基本的に捏造と暴かれるか否定されるかだったようだぜ。そんな委員会に認められたの？私判定本物です。霊夢の判定はガバだから却下だな。ちなみに別の UFO 研究団体がこの写真を画像分析にかけたが、UFO を釣っている糸や針金のようなものは検出されなかったぜ。委員会の見解とこうした調査結果から、この写真は現在まで最も本物と信じられている UFO 写真として有名なんだ。ふおー、これはテンション上がるー。もちろん偽造だとする説も根強く、この写真に関しては話題に上がれば必ず議論になるような状態だがな。コンドン委員会によれば膨大な UFO 報告の中で本当に正体不明のものは 2% 程度だそうだ。真偽は不明のままだが、その 2% に入っているこの写真はロマンを感じるには十分すぎるよな。6、謎の女性の霊を捉えた心霊写真。チューリップ階段の亡霊。お次はチューリップ階段の亡霊を紹介するぜ。こちらも心臓にヒヤッとくる写真となっている。それがこちらだ。ぶわー。これもしかして幽霊？人間じゃなくて？はっきり写りすぎてそう思うのも無理はないな。だがこの写真が撮影された時、現場には撮影者しかいなかったぜ。これは1966年にイギリスのクイーンズハウスで撮影された写真だ。階段の奥に手すりに捕まった女性がうなだれているのが見えるだろう。いや、イギリスの心霊写真はっきりしすぎだって。イギリスは歴史ある建物には必ず幽霊が出るとされるくらいの心霊大国だからな。もちろんクイーンズハウスもその一つで、昔からどこからともなく子供の歌声が聞こえたりと心霊報告が相次いでいるぜ。ひぃ、信憑性に拍車をかけないで。こちらの写真の真偽は不明だが、やはり本物だとする説が非常に優勢だ。もともとクイーンズハウスではこのチューリップ階段と呼ばれる螺旋階段での心霊報告が特に多かった。ここでは過去に女性が転落死したという噂があり、階段を移動する足音や血濡れの女性が歩いているという報告が後を絶たないぜ。じゃあこの人が転落した女性？そう言われているが、断言はされていないな。この写真は発表されるとすぐさま話題を集め、専門家による写真やネガの調査が何度も行われた。そこで判明したのはネガに改ざんした痕跡はなく、この写真は露光などの撮影、印刷のミスによってできたものではないというものだったぜ。なんだと？本物じゃんそんなの。だがこれでもまだ懐疑的な見方をする人は一定数いて、人がいなかったという撮影者の証言を疑うものや当時の技術で加工痕が判明しなかっただけだという人はいるぜ。これ以上確かめようもないから真偽は定かでないという言い方になってしまうが、この写真に関してはほぼ間違いなく本物と言えるんじゃないかと思うな。言える、唯一謎なのは女性の正体くらいよ。転落した女性なのか、また別の誰かがここにいるのか、また彼女は一体何を思ってこの写真に写ってきたんだろうな。ひょっとしたら今夜、その答えを教えに彼女が来てくれるかもしれないぜ。いやー、知りたいけど絶対に来ないでほしい。7、謎の最後を迎えた消息不明の女性。飛行機の女性。最後は飛行機の女性を紹介するぜ。これは写真が謎というよりは謎の最後を遂げた女性を写した写真となっている。一枚の写真の背景に多くの謎がある系ね。その通りだ。まずはこちらの写真を見てくれ。こちらの写真は1937年に撮られたもので、一人の女性が飛行機の操縦室ではにかんでいる。この女性の名はアメリア・ヤハート。彼女は女性として初めての大西洋単独横断飛行を達成しアメリカ国民から絶大な人気を誇っていたんだ。すごい。
そしてチャーミングで素敵な人を。加えて医学を学び第一次世界大戦中は看護助手をしていたりと、非常に知的だったためにその人気は計り知れないものだった。だが彼女はこの写真を撮った数ヶ月後、赤道上世界一周飛行を目指し飛び立った先で消息を絶ったぜ。え、ってことはこれが謎の最後。ああ、彼女はナビゲーターの男性と共に飛び立ち6週間ほどは順調に空を飛んでいたんだが、燃料が不足している、という通信を最後に消息を絶った。アメリカ政府は彼女とナビゲーターの男性の捜索に当時の400万ドルを費やしたが、彼女の遺体も飛行機も見つからなかったぜ。そんな、なんで急に、それまで順調だったのに。彼女の死因や当時起きたことに対する仮説は非常に多いが、最も有力なのは無線の内容から推察された燃料切れ墜落説だな。彼女たちは目的地の島までの距離計算をミスしてしまい、結果燃料不足で島にたどり着く前に海に墜落したのではないかと言われている。だから飛行機も見つからなかったのね。でも不時着とかできなかったのかな。そのまま近くの島に不時着したものの遭難したとする説もあるな。ただ彼女たちの飛行機も見つかってないことから、有力視されているのは海や島に不時着する場所を見つけられず墜落したという説だな。確かに、捜索も大規模に行われたのに見つかってないもんね。まあどれも推察でしかなく、その後の捜索も虚しく現在も彼女たちの死因や当時起きた事柄は解明されていないがな。彼女の亡骸の捜索や死因の究明は数十年経った今でも途切れることなく行われており、1940年には彼女が消息を絶った場所付近の島から彼女のものかもしれない遺骨が見つかっている。え、ただ一度調査をしたところ、その遺骨は男性のものと判明したぜ。しかし2018年に再度遺骨と彼女の写真から測定できる骨の寸法を比較したところ、非常に似ていることが分かった。加えて島からは女性もののそばかすクリームの瓶や彼女の持ち物に似たナイフが発見されているため、これは彼女の遺骨ではないかと再注目されている。おお、詳しい調査はできないの。この遺骨自体が以前の調査後に紛失してしまっていたんだ。記録に残っていた寸法で比較をしたが、これ以上詳細な調査はできないぜ。そのためその遺骨が彼女のものともそうでないとも断言できない。結局彼女の最後は今もわからずじまいだ。謎すぎるわ。アメリアさんは一体どこに行ってしまったのかしら。写真に残された彼女はこんなにも鮮明なのに、最後を知る手がかりさえほとんどないなんてな。今でも愛され捜索され続けている彼女の姿を写したこの写真、その裏には彼女の最後を取り巻く大きな謎が未だに解明されずに残っているぜ。というわけで今回は未だ未解明の謎の写真を7枚ほど紹介したぜ。どれも好奇心そそられる写真だったよ。霊夢含めみんなの好奇心にダイレクトアタックできてれば幸いだぜ。さて今日の動画はここまでにしよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくね。手ぶれ補正をものともしない女、ゆっくり霊夢です。手ぶれで残像となった女、ゆっくりマリサだぜ。まさかここまで写真を撮るのが下手な人間がこの世にいると思わなかったぞ。私もびっくりだよ。きっと世界中に残されてる謎の写真って、こうやってできたんだろうね。なわけあるかー。今日は謎の写真シリーズ第4弾を紹介するが、どれもきちんと謎を写した1枚になっているぜ。決して霊夢のような写真下手くそ選手権優勝者が撮影した手ぶれ写真ではないことをここに保証しよう。霊夢は謎を聞きながらついでに写真の撮り方も学んでくれ。任せて、今伸びしろしかないから、不安になるほどポジティブだな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、存在すら疑惑の謎すぎる衛星を捉えた写真、ブラックナイト衛星。トップバッターはブラックナイト衛星だぜ。まずは問題の写真を見てもらおう。この写真は1998年にアメリカの宇宙飛行士が撮影した写真で NASA によって発表されたものだぜ。なにこれ、黒い石？いや機械？明らかに異質すぎるんだけど、謎の黒い物体が宇宙空間に浮かんでいるのが見て取れるよな。実はこれ、ブラックナイト衛星を写したものではないかと言われているんだ。ブラックナイト？よくわかんないけど右手がうずく名前だわ。ブラックナイト、つまり黒騎士とは紋章を塗りつぶした羊不明の騎士のことだが、この衛星もその名の通り、羊も存在すらも謎だらけの衛星なんだぜ。1954年には、人類の手によらない謎の人工衛星が地球を周回している。という記事が新聞に掲載され、現在でも宇宙ミステリーの一つとして語られているぜ。いやこれ本当なら地球人のプライベートダダ漏れなんだけど？その記事には、アメリカ空軍が地球を周回する二つの謎の衛星の目撃報告を行ったと書かれていた。しかも何がヤバいって、当時はまだどこの国も人工衛星の打ち上げに成功していなかったんだよな。つまり仮に人工衛星があるとすれば、地球外生命体が打ち上げたものに他ならないとして、アメリカ全土が大盛り上がりしていたぜ。
人類は打ち上げ成功してないのにすでに宇宙に衛星が、ソ連に宇宙人がいる証拠を見つけたって言ってるよね。しかしそれから躍起になって調査は行ったものの、そんな奇妙な衛星はついぞ発見されず、結局ブラックナイト衛星は、記事の関係者が出版していた書籍のプロモーションのためにでっち上げられた嘘ではないかと言われたんだ。そりゃそうだよね。地球外生命体が打ち上げた衛星なんてあるわけ。しかしその6年後、なんと今度は本当に地球の周りを回る奇妙な物体が観測されることとなったぜ。大どんでん返しきたー。発見したアメリカ海軍は、地球の周りを回転しながら周回する謎の黒い物体を発見した。という発表を行い、世界の国々に確認を取った。しかしどこの国もそんなものを打ち上げてはおらず、出自不明の謎の物体とされたぜ。このあたりからブラックナイト衛星の知名度は上がり、謎の衛星として都市伝説のような立ち位置になっていったんだ。ロマンありすぎる存在だよ。1973年には SF 作家が、1920年代に検出された異常な電波信号の記録を解析し、これは1万3000年前から月の近くに存在していた探査機から送信されたメッセージで、探査機の起源は牛飼い座、イプシロン星であると推定した。この発表はブラックナイト衛星に言及したものではなかったが、多くの人はこの電波信号とブラックナイト衛星を関連付けて、ブラックナイト衛星は1万3000年前から存在する地球外生命由来の衛星だ。と考えたぜ。そして満を持して登場したのがこの写真なわけね。そういうことだ。これは宇宙ステーションの建設ミッション中に撮影された正真正銘本物の写真だぜ。ただ写っているのがブラックナイト衛星かどうかには諸説あり、ミッション中には回収不能となった部品があったため、それが写真に写っているだけなのではないかとも言われているな。衛星自体も謎だし、この写真も真偽不明ってことか。そう、いわば全てが謎の写真ということだな。ちなみに電波信号とブラックナイト衛星の関係に関しては、 SF 作家本人は無関係だしナンセンスといった厳しい言葉を残している。発端の記事に関しても、先ほど述べたようにプロモーションだった可能性が示唆されている。ブラックナイト衛星は話題にこそなるものの、未だにその存在すら疑わしい謎めいた衛星なんだ。宇宙人の飛ばした衛星なんてロマンしかないのに、ネトフリに入れない地球外生命体がこの衛星を使って、YouTube に違法アップロードされたアニメを仕方なく見ている説を推したい。宇宙人の皆さんが端っこに映されたチェッコイアニメ映像を見ていると思うと泣けてくる。ちなみに宇宙にはスペースデブリと呼ばれる数々のゴミが浮遊しているが、その中には人間が宇宙開発の過程で出したものが多く含まれている。それらが地球の衛星軌道上で発見されたり、撮影されるのも不思議ではないことから、ブラックナイト衛星という固有の存在ではなく、いくつかの宇宙ゴミ発見騒動が全てブラックナイト衛星に紐付けられたという可能性もあるようだぜ。宇宙人の衛星からただのゴミ説はランクダウンが凄すぎる。とはいえ、写真を見る限りゴミというより明らかに人工的に作られた形をしているし、その存在を否定もできないけどな。果たしてブラックナイト衛星は存在するのか、この写真に写ったものはブラックナイト衛星なのかただのゴミなのか、未だ人類は解明には至っていないが、この写真を見ていると、広い宇宙には由来不明の衛星の一つや二つあってもおかしくないと思えてしまうんだよな。2、写真がモノクロなせいで真偽不明？太陽の奇跡。お次は太陽の奇跡の紹介だ。まずはこの写真を見てくれ。すんごい人だかり、フェスかな？こんな棒立ちのフェス嫌すぎるだろ。これは1917年にポルトガルのファティマで撮影された写真で、写っているのは太陽の奇跡を目撃している最中の人々だぜ。その人数はおよそ7万人だ。7万人、武道館ライブの7倍の人が集まってるんだけど。ああ、しかも携帯電話なんて概念もないこの時代に、これだけの人が同じ場所に集まっているんだからな。そして奇妙なことに、その場にいたものはその日、太陽がダンスした、と証言していたぜ。太陽は踊らないんだが、本来ならな。ただこの日は奇跡が起きたとされているんだ。太陽の奇跡について順を追って説明しよう。まずことの発端は、ファティマ付近に住む3人の羊飼いの子供たちが、天使と聖母マリアの出現を目の当たりにしたことから始まっている。出だしからとんでもないこと起きてる。聖母は子供たちに、祈りが世界大戦を終結させる、10月に皆が信じられるよう奇跡を起こす、などと予言して消えていったぜ。このことを子供たちが伝えると、人から人へと噂が広がり、当日には7万人規模の人間がファティマに集まる事態となったぜ。いやみんな奇跡みたいだろうけど、口コミだけでこんだけ集まるのすごすぎー。そうして集まった信心深い人間、疑い深い人間、研究者たちの前でこの奇跡は起きたぜ。当時その光景を目の当たりにした人の証言によれば、当日は雨が降っていたにもかかわらず、突然雲間から不透明で回転する円盤のような銀色の太陽が現れたそうだ。
その太陽は極彩色の光を放ち、地上に向かって落ちるように動いたかと思えば、次の瞬間には猛スピードでジグザグに移動し、元の位置に戻ったぜ。ごめん、本当に太陽がライジングさんしてたわ。しかも雨で濡れていた衣服は、この太陽のダンスで乾いてしまったんだ。この現象は現場から半径40キロの範囲で目撃されており、銀色の太陽は少なくとも直径数千メートルはある巨大な物体だったと言われている。そんなのインチキで用意できるサイズじゃないでしょ。この奇跡は瞬く間に有名となり、当時のローマ教皇に奇跡として認定されるまでとなったぜ。ただ、この奇跡の真偽に関しては諸説ある。というのもこの奇跡は、現場にいた全員が目撃したわけではなかったんだ。また目撃証言も共通性はあるものの、全てが一貫しているわけではなく、天文台のデータにも異常が見られなかったため、批判的な意見も多いんだよ。なるほど、まあ正直奇跡が起きたって言われてもすぐに信用はできないもんね。この時代は写真もモノクロで、かつ当日の太陽を撮影したものは今お見せしている1枚しか存在していない。確かに普通の太陽よりも鈍い色をしているようには見えるが、これでは本当に極彩色だったのか、ダンスをしていたのかはわからないぜ。映像が残ってないのが痛すぎる。この写真についても当日撮られたものではなく、数年前に撮影された日食か何かの写真だという情報も見られた。これらのことから批判的な意見として集団幻覚を見た説、太陽を凝視したことで視覚に影響が出た説、オーロラや幻日などの大気光学現象説などが提唱されているぜ。さすがに視覚異常と大気光学現象を勘違いした説はないんじゃない？いや、現在ならわからなくもないが、100年近くも前の話だからな。オーロラだって初めて観測された時にはこの世の終わりだと騒がれたくらいだし、視覚異常や大気光学現象を奇跡と勘違いしてもおかしくはないと思うぜ。確かに知識量が今とは違うか。特に大気光学現象は空に虹色の光が見えたりするし、気象現象を組み合わせれば、証言のような動きが見えなくもないとして有力視されているな。ただ現在でも奇跡が本当に起きたのか否かははっきりとしておらず、この写真も本当に奇跡の一部を撮影したものなのかどうか謎のままになっているぜ。証言と写真だけじゃ奇跡を肯定も否定もできないからなぁ。7万人の全く異なる心持ちで集まった集団であれば、誰かしらこれは目の異常だとか別の現象だとか声を上げそうなものだが、それすらもないというのがまた謎なんだよな。仮に何らかの光学現象であれば本物の太陽がすぐそばに浮いてるだろうし、7万人が皆否定的なことを口にせず、ただ空を見上げ続けていたというのが謎すぎるぜ。せめてカラー写真か映像を撮れてたらなぁ。モノクロ写真じゃ色も動きもわかんないのよ。そしてもう一つ、この7万人が見たものは UFO だという説もまことしやかに囁かれている。回転する円盤のような銀色の太陽、そしてまるで踊っているかのような動き、これは太陽ではなく UFO であったとすれば、やけに現実味を帯びてくるよな。確かに。さらに UFO は1950年代から世界中で確認されるようになったため、当時の人々はまだ UFO の存在を認知していなかった。そのため宙に浮かぶ謎の飛行物体を太陽と表現するのも十分にあり得るんだよな。果たして7万人もの群衆が目にしたものは一体何だったのか。解明される日が来ることを気長に待つことしかできないのがもどかしいぜ。3、英国公式写真に写り込んだ幽霊、ゴダード分隊の写真。お次はゴダード分隊の写真を紹介するぜ。まずは写真をドン。昔の軍人さんたちかな？そうだ、この写真は1919年にビクター・ゴダード分隊で撮影された写真だ。彼らのゴダード飛行分隊が解散することが決まった際、最後に第一次世界大戦末期を生き延びた約200人のメンバーで記念に撮影したのがこの写真だぜ。なんか集合写真にしては表情が硬くない？戦争中だから仕方ないのかな？まあそれもあるが、実はこの写真を撮影した時は飛行隊の整備士だったフレディ・ジャクソンの葬式帰りだったんだよ。フレディはこの写真撮影の2日前に回転するプロペラにぶつかって亡くなっており、この日はちょうど彼の葬式だったんだ。解散前に事故で亡くなるなんて、一緒に写りたかったでしょうに。だろうな、なんせ肉体を失ってもなお写り込んでしまったくらいだからな。どういうこと？さすがに小さくて見えないだろうから拡大画像を用意したぜ。上段左から4番目に並んでいる隊員を見てくれ。その背後に何か写っているのが見えないか？うわぁ、誰かいる、こっち見てる。そう、それこそが2日前に亡くなったフレディ・ジャクソンなんだ。この写真は現像後にコピー希望者を募るため、飛行隊の掲示板に貼られていたんだが、その際に多くの隊員から、フレディ・ジャクソンが写っている。という声が上がったんだよ。だって顔がっつり写ってるもん。隊員がフレディさんだって言うなら間違いない。このうっすら浮かぶ顔は一人だけ帽子をかぶっていないし、他の隊員の残像という線は薄いだろう。加えてこの写真はイギリス空軍公式の写真だ。わざわざ誰かが加工することもないだろうし、部外者が浅はかなインチキを加えられるはずもない。となるとこれは本物の。いやー、心霊写真だわー。あくまで本物の可能性が高いだけではあるがな。
真偽については未だに不明で、これが本当にフレディなのかも隊員の証言以外有力な証拠はない。ただこの軍隊を率いていたビクター・ゴダードは、後にタイムトラベルのような不思議な現象も体験しているし、不可解な現象を引き寄せる人物だったとしても納得はいくぜ。とんでもない人生歩んでるわね。フレディの顔は微笑んでるようにも見えるし、どこか悲しそうにこちらを見つめているようにも見える。ビクター・ゴダードは自身の著書の中で彼の表情を、隊員たちは自分を待っていてはくれなかったし、場所も開けてくれなかった。と訴えてるように思えたと綴っていたぜ。幽霊が移りに来るとは思わないって、許してあげてください。これが本物の心霊写真なのか、またフレディが何を思っていたのかは定かではないが、ここまではっきり顔が映っているとなんだかゾッとしてしまうな。撮影後にフレディが安らかに眠れているといいんだが。4、正体不明の未確認生物劇者？フラットウッズモンスター。お次はフラットウッズモンスターの紹介だ。これから出てくる画像は非常に心臓に悪いので、心してみてくれよな。それじゃあ画像をドン。そんな前振りされても心臓への負荷は軽くならないのよ。急に出すよりいいだろ。この写真というか画像は昭和のオカルトブーム時によく見かけられたもので、子供たちに強烈なトラウマを植え付けた伝説の画像だ。映っている奇妙な生物は、フラットウッズモンスターと呼ばれる未確認生物だぜ。そりゃトラウマになるって、言い知れない気持ち悪さがあるんだもん。フラットウッズモンスターは、別名3メートルの宇宙人とも呼ばれた生物で、1952年にアメリカのウェストバージニア州で目撃されたんだ。その日の夕暮れに燃える物体が空を横切り、街に落ちていく様子が確認され、これの正体を探りに行った子供たちと付き添いの大人が、フラットウッズモンスターを発見したぜ。好奇心は猫をも殺すって知らない？落下現場には深い霧のようなものが立ち込め、直径8メートルほどの火の玉のようなものが、うなるような音を鳴らして赤い光を点滅させていた。そんな中、木の上に潜んでいた奇妙な生物がフラットウッズモンスターだったぜ。フラットウッズモンスターは赤い顔にオレンジ色の大きな瞳を光らせ、栗型の透明ヘルメットをかぶっていたんだ。いやどう考えても地球の生命体じゃないよ。加えて緑色のローブを身にまとい、鍵爪のような細い腕を見せておりふわふわと浮遊したぜ。発見者たちが恐怖で固まっていると、次の瞬間フラットウッズモンスターはシューッという音とともにガスをその場一体に立ち込めさせたんだ。このガスは金属が焼けたような異臭を放っていたぜ。逃げて逃げて、絶対危険なやつ。目撃者たちはすぐさま逃げ出したものの、その後数人が喉の腫れや鼻の痛み、嘔吐や痙攣の症状を訴えたぜ。時間が経った後に現場を再確認に行ったものの、すでにフラットウッズモンスターも着陸した謎の物体も消えており、あたりには金属の匂いだけが残っていたそうだぜ。匂いだけが残ってるって不気味すぎる。この一連の騒動は大きな騒ぎを起こし、メディアに取り上げられると全米をパニックに陥れたぜ。最終的には空を横切った光は隕石で、フラットウッズモンスターは、メンフクロウの見間違いだろうということで騒動は沈静化したが、フラットウッズモンスターの正体については未だに諸説あるぜ。メンフクロウとモンスターはだいぶかけ離れてるよ。この画像と比べるともちろんかけ離れているが、形や動きを言語化すると確かにメンフクロウと共通するんだよな。鍵爪のような腕が前から伸びていた。という姿はメンフクロウが枝を掴む際の足の見え方に一致するし、現場に生えていた葉っぱを下半身と見間違えたとすると、そこまでこじつけでもなさそうだぜ。確かに、ユーマの正体も大抵そんなもんだったかも。ただ不可解なのは現場に残された匂いだな。着陸した物体や形跡は見受けられなかったものの、現場に行った全員が金属の不快な匂いを感じている。それに発見者たちは総勢で10名より、嘘をつくにしては規模が大きすぎるのも気になるぜ。何かが着陸したのは間違いなさそうな気がするんだよね。発見者たちに健康被害が出ているのも含めると、私も同じ意見だな。この画像は目撃現場の写真に、フラットウッズモンスターのイラストを当てはめている。背景に関しては問題ないが、当てはめられたフラットウッズモンスターの真偽については、謎の画像となっているぜ。わざわざ当てはめなくてよかったよ。にしても結局何だったのかしら、この騒動の真実は。わからないな、集団ヒステリーという説もあればでっち上げという説もあるし、宇宙人だったという説や、政府が関わる極秘毒ガス兵器を目撃したという説もある。いずれも断定できるような証拠はなく、あくまで推測でしかないぜ。攻撃的な説多すぎて怖いわ。5、エクトプラズムかインチキか、謎の霊体を吐き出す人。お次は謎の霊体を吐き出す人の写真を紹介するぜ。早速画像を見てくれ。うわぁ、何か出ちゃってるよ。これは1911年頃から霊媒師として名を馳せたエヴァ・カリエールが、降霊会の最中に口から心霊体を吐いた時の写真だ。19世紀は空前のオカルトブームで、特にこうした口から霊体を吐くエクトプラズムが人気を集めていたぜ。すんごい体に悪そうな現象。その多くは細工を使ったインチキだったが、このエヴァ・カリエールの能力の真偽については未だに定かではなく、
そのためこの写真も真偽不明の謎写真となっているんだ。彼女は物質化現象という霊の一部や全体を何らかの物質を媒体に具体的な形にする能力を持っていたんだが、その能力発現の瞬間を写した写真がこれだとされているぜ。怖い怖い、なんでこんな不気味な形を取っちゃったの？出てきているのは厚い脂肪でできた凝固したプラズマだとされているな。彼女はその有名さから心霊研究家の研究対象ともなっており、エクトプラズム研究に大きく貢献していたぜ。実験の際には多くの医学者立ち会いのもと、口から性器の中まで入念に調べてトリックがないことを証明した上で能力を披露していたぜ。いや、そこまでされたら信じるしかなくない？ただこれでもやはり疑う人はいてな。まあ当時のこうした写真の9割はインチキだったから無理もない。それにエヴァ・カリエールが披露した300年前の人物を物質化するパフォーマンスは、後に御者が演技していたと暴露されているしな。本当に能力者だったならインチキ使わないでほしいんだけど、厳密な条件下で能力を発揮した実績もあればインチキの証言もあり、彼女の能力については論争が起きていた。だが彼女が亡くなったことで真偽とは随意に証明することができなくなり、この論争は終了したぜ。めちゃくちゃモヤモヤする。一番ダメな終わり方だって。能力が本物だったからこそ厳重なチェックの下でも成功したのか、それともチェックすらかいくぐりインチキをしていたのか、この写真の真偽すら今ではわからないのが残念でならないぜ。6、謎すぎる高度建造物を捉えた写真、バビロンの城壁。最後はバビロンの城壁を紹介するぜ。まずは写真をドーン。何この規模がでかすぎる廃墟。これは20世紀初頭に撮影されたバビロンの城壁を写した写真だぜ。バビロンの城壁は過去には世界の七不思議と呼ばれる建造方法不明の建造物に選ばれていたんだ。ただバビロンの空中庭園と同一視されることが多く、今ではその座を降りているぜ。つまり謎めいた城壁ってわけね。その通りだ。バビロンの城壁は古代メソポタミアで広大な土地を支配していた新バビロニア王国の首都バビロンを取り巻く城壁だった。高さは90メートルもあり、厚さ24センチ、総延長は数十キロメートルにも及ぶ超巨大な壁で、その間にはなんと100の門と250の塔をも備えていたんだ。城壁の規模がレベチすぎる。その情報だけでも本当に古代に作られたのか謎だわ。あまりに高度な技術を要する城壁なんだよな。バビロンは建築技術が発展しており、この城壁の他に先ほど挙げた空中庭園でも研究者を驚かせている。この庭園は何層もの階段の上に庭園が配置され、泥レンガを積んで大きな緑の山に似せて作られたとされており、これが実在したのだとすれば、現在知られる古代文明の常識が覆されるぜ。想像をはるかに超えた文明を築いてた可能性があるってわけね。ああ、さてそんな世界七不思議にも選ばれていた謎多きバビロンの城壁だが、謎めきすぎて情報がさっぱり見当たらなかったぜ。かき集めても今話した程度の情報しかなく、びっくりするほど資料が少ないんだ。空中庭園のせいで霞んでる説もあるんじゃ？確かに空中庭園に比べると見劣りする部分はあるが、首都をぐるっと一回り囲うほどの巨大すぎる城壁を、門と塔を織り込みながら作るというのはとんでもない技術だ。さらにその詳しい建造方法や、なぜこれほど土木技術が発展していたのかについては未だに謎で、非常にロマンある城壁なんだよ。いわばこの写真は謎を閉じ込めた一枚だね。その通りだぜ。王子には釉薬を塗ったレンガで動物の浮き彫りも装飾されていたというし、その技術は計り知れない。首都を守るための強度、門や塔をいくつも含む利便性、そしてその巨大さ。果たして当時の人は、どうやってこれだけ洗練された巨大城壁を作ったんだろうな。古代技術って、本当にロマンが止まらないのよ。というわけで今回は、謎の写真第4弾をお届けしたぜ。みんな謎は盛りだくさんだし、手ぶれはゼロだしで凄すぎたよ。謎の写真ですって手ぶれで何も確認できない写真出したら、視聴者にしばかれるからな。私的には今日紹介した写真より、霊夢の異常すぎる手ぶれ率の方が謎まであるぜ。さて今日の動画はここまでにしておこう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日は久しぶりに未だに解明されていない謎の写真を紹介していくぜ。ほう、待ってました。パッと見は普通なのに、その背景には様々な謎が隠されている、よりすぐりの写真たちを紹介するから楽しんでくれよな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、謎の飛行物体を捉えた衝撃写真。ラボックライト。トップバッターはラボックライトだぜ。まずは問題の写真を見てもらおう。それがこちらだぜ。おお、何の写真かさっぱりわからん。説明するから落ち着け。これは1951年に、当時大学生だったアマチュアカメラマンによって撮影されたものだぜ。実は1951年の8月下旬、この写真が撮影されたアメリカのテキサス州周辺では、奇妙な目撃情報が多発していたんだ。
その内容は V 字型の謎の抗体群が、たびたび空に浮かんでいるというものだったぜ。もしや UFO 騒ぎですか？未確認飛行物体であることは間違いないな。最初に目撃情報が上がったのは1951年の8月25日、ニューメキシコ州のアルバカーキ郊外の上空だったぜ。目撃者の夫婦は、緩い V 字型をした飛行物体が、北から南に向かって音もなく、わずかに3秒で空を飛び抜けていく姿を目撃したんだ。何それ、ロマンありすぎるでしょ。また飛行物体の推定高度は、約244から305メートルとかなり低く、サイズ感は全長50メートルの爆撃機の 1.5 倍程度だったとされており、加えて飛行物体の翼部分には、青みがかったぼやけたライトが6から8個ついていた、との証言もあったぜ。それほどの物体が音もなく高速で飛び抜けるというのは、かなり非現実的な話であったため、当時アメリカではかなりの騒ぎとなったんだ。そりゃ騒ぎにもなるって、これだけでもかなり奇妙な話なんだが、さらに不思議なことに、当日テキサス州でも同様の目撃情報が寄せられていたんだ。確実に同一物じゃないの。テキサス州で飛行物体を目撃したのは、工科大学の教授4人だったぜ。彼らが、仲間宅の裏庭で話をしていると、突然、ぼんやりした青緑色の抗体群が上空を高速で通過していったんだそうだ。物体は、北から南に向かって高速で飛んでおり、あまりの速さに細部は見えなかったものの、15から30個の光が半円形に並んでいたと証言しているぜ。形も似てるし、やっぱり同一物体でしょ。ああ、教授らと夫婦の目撃情報は一致する部分も多かったため、2組が見た謎の物体は同一のものではないかと噂されていたぜ。ちなみにこの目撃証言の後に、教授らがかなり詳細な観察を行ったところ、2から3週間のうち20回以上も飛行物体の目撃に成功していたんだ。はい、飛行しまくりやんけ。またさらに8月26日の未明、教授らが飛行物体を目撃したわずか数時間後に、遠く離れたワシントン州の防空レーダーにもこの謎の飛行物体がキャッチされていたんだ。レーダーに映った物体は高度約4000メートルの地点を、時速約1450キロで通過しており、警戒した戦闘機がこれを追いかけたものの、追いつけずに取り逃がしていたぜ。戦闘機すら追いつけない速さってすごすぎでしょ？とんでもないよな。ちなみに後日この物体に関しては、空軍の航空技術情報センターから、正体は気象目標だった、との結論が出されたんだ。ただ、この結論に対し実際に物体を捕捉したレーダー基地の担当官は、気象目標とは思えないから報告したのだ、と述べており、この結論に納得いかない様子を見せていたぜ。ふわぁ、ますます怪しくなってきたよ。そんな話が続いた8月の31日に撮影されたのがこの写真だ。撮影した大学生は偶然この物体を発見したんだが、飛行物体は複数回現れるとの噂を聞いていたために、カメラを用意して待機し、見事撮影に成功したんだ。しかし、この写真がまた奇妙でな。まずこの写真は飛行物体の他に星などが写っていないことから、弱い光を撮影するには露出不足だと考えられるんだ。しかし、なぜか抗体群だけははっきりと写っており、これがかなり不自然なことなんだよ。むむむむむ？確かに抗体群以外に、星らしき光がないね。仮に赤外線に近い領域が、極端に強い光であれば、肉眼では弱く、写真には明るく映るということもあり得るんだが、その場合、光源はかなり高温になってるはずなんだ。当然そんな飛行物体はこの世に存在していないが、かといって、通常の光を写した写真なのだとすれば非常に不自然なんだよな。これはフェイク説が強まるか？だが、もしこの物体が UFO やそれに準ずる未確認飛行物体であれば、地球の常識なんて通用しないからな。物体が極度の高温である可能性も、赤外線に近い光を発している可能性も否定はできないぜ。このように被写体の正体が地球外のものと噂されていることもあって、写真の真偽と写ったものの正体は未だに謎のままとなっているんだ。これはかなりロマンある謎だよ。果たして写真が黒なのか、飛行物体が黒なのか、結果によって厚さが全然変わるだけに気になりすぎる謎だよな。ただ、現在ではこの写真の信憑性は低いとする見方が強いぜ。というのも、実は当時大学生の証言に沿って、物体が見えていた4秒間の間に、同じカメラと同じ露出で3枚もの写真が、本当に撮影できるのか確認する実験が行われたんだ。その結果わずか4秒の間では、大学生の撮影したような写真を、3枚撮影することは不可能だと結論付けられたんだよ。写真の信憑性だだ下がりだよ。ああ、この結果から、写真は偽物であるとする説が有力視されるようになったんだ。その反面、彼の写真に写ってる物体が、星や遠くの電球のような天光源であること、1枚ごとに位置が変わっていることから、飛
光物体が半円から V 字の間を変形していた可能性が高いことなども、同時に判明していてな。これらが目撃証言の信憑性を支える内容であったことや、この他に、有力な証拠や実験も存在しないことから、現在でも写真の真偽は謎のままとされているぜ。本物であってほしいけどなぁ。また写真に写った物体、そして目撃された物体の正体に関しても謎のままだぜ。ただ、実は当時空軍の UFO 調査機関は、レーダーで捕捉された以外の物体の情報に関して、いずれも識別不明扱いにしていたんだが、奇妙なことに、後に突然、少なくとも、教授らが目にした抗体群はありきたりな自然現象であることが確認された、と発表しているんだ。あっさり解明されちゃったの？いやそれが、調査機関は確認された、とは発表したものの、肝心の確認方法と、それを検証した科学者の身元はひた隠しにしていてな。このあまりに不自然な様子に、周囲からは何か別の事実を隠しているのではないか、と疑われていたぜ。何その怪しすぎる行動？ UFO の存在を隠してたんじゃない？さて、どうなんだろうな。このように不自然な点や奇妙なことは多くあるものの、いずれの話も明確な答えを出せる状態にはなく、この写真の真偽も、写ったものの正体も、事件の全貌も謎のままとなっているんだ。果たして、彼は本当に未確認飛行物体を写したのか、仮に嘘なのであれば、一体何を写したのか、人々は当時何を目撃したのか、まさにミステリーと呼ぶべき、怪しげな事件と写真だぜ。2、ラピュタの世界観を写した一枚？浮遊する岩。お次は浮遊する岩を紹介するぜ。この写真は2009年に、中国の武漢市にある亀山にて撮影されたものなんだ。本当に岩が浮いてるんですが？私は嘘は言わないぜ。この山は観光名所にもなっている場所で、撮影者の男性も、当時家族とハイキングに訪れていた際に、たまたまこの写真を撮影したんだ。実は撮影当時、男性は岩が浮いてる奇妙な光景には気がついていなかったんだが、2日後にパソコンに取り込んだ際に初めて気がつき、驚いて新聞社に投稿したそうだぜ。いやこれは驚くよ、世界観がラピュタだもん。この写真が新聞で紹介されると、瞬く間に話題となり、皆この奇妙な様子に唖然としていたぜ。しかも新聞社が調査を行ったところ、この写真には加工編集がされた痕跡はなく、また撮影当日に、近くで岩が浮くような爆破工事を行ったという事実も一切なかったそうなんだよ。この世界では岩は勝手に浮かないんだけど？岩のサイズは5メートルと推定されているし、一体どこの世界線に迷い込めば、こんな大岩が浮遊するんだろうな。当然、こんな世界の断りから逸脱した写真が、人々にすんなり受け入れられるはずもなく、ネット上では加工だと疑う声が絶えなかったぜ。一応、新聞社が調査したとはされているが、明確な証拠が出されたわけではなかったしな。そりゃ疑うよ、現実だったら脳がバグるわ。まあ現実的に考えれば、こんなこと起こるはずも、撮影できるはずもないと思うのが当たり前だろうな。だが、霊夢の脳をバグらせる覚悟で話しておくと、実はアメリカのリモン州立公園や、イエローウッド州立公園でも、時折、ハンターによって岩が宙に浮いていた、という目撃情報が寄せられているんだぜ。岩が浮くのは、普通なの？バグらないでくれ、普通じゃない。普通じゃないが、この写真や目撃証言を聞くと、本当にそうした奇妙な現象は時折、起きるものなのではないかと錯覚してしまうよな。結局、この写真の真偽や写った岩がなぜ浮いているのかは、現在も謎のままとされているぜ。果たしてこの写真は本物なのか、なぜ岩が浮いたのか。実は我々の知らないところで、岩が浮くのは普通のことになってたりしてな。マリ様でバグりかけてる、謎の写真に概念ぶち壊されてるって。3、教会に舞い降りた神々しい天使たち？バチカンの天使。お次はバチカンの天使を紹介するぜ。今から紹介する2枚の写真は、バチカンのサンピエトロ大聖堂にある、セントピーター像の前で撮影されたものなんだ。まずはこちらを見てくれ。ひぃぃ。なんか浮いてるんですけど？その通り。写真には像や観光客の上を浮遊する、青っぽい布をかぶったような謎の物体がバッチリ写っているんだ。どこか、人の形にも思えるシルエットのその物体は、場所も相まってまるで天使のように見えているぜ。神秘的ではあるけど謎すぎて怖い。お次はこちらだ。これもまた一枚目同様に、観光客の頭上付近に天使そっくりな光が映り込んでいるぜ。この写真は警視総監の座を退任した男性が、妻と一緒に、サンピエトロ大聖堂へと訪れた際に偶然撮影したものなんだ。ちなみに当時、教会には大勢の人がごった返していたんだが、聞くと、たまたま近くでローマ法王が演説していたそうだぜ。何から何まで奇跡みたいだね。撮影当時、男性は写真にこの奇妙な光が映り込んでいることに気がついておらず、
帰宅して写真を取り込んだ際に、初めてその存在に気がついたんだそうだ。彼は撮影時に、こんなものは浮いていなかったとしており、この物体が一体何で、なぜ映り込んだのかさっぱりわからないとこぼしていたぜ。いや謎すぎるって、何か浮いてたら絶対気づくもん。ちなみに1枚目の写真も同様に撮影時、カメラマンはその存在に気がついていなかったというから不思議だよな。また2枚目に関しては、プロの写真家を含む何名かに鑑定を依頼したものの、誰一人としてその正体を解明することはできず、写真の真偽も、映り込んだものの正体も謎のままとなってしまったんだ。この話が話題になると、まるで、天使そっくりな見た目のホログラムに人々は恐れると同時に、神秘性を見出していたぜ。場所が場所だけに天使にしか思えないんだよな。1枚目はともかく、2枚目なんて脆いイメージ通りの天使だからな。加えて撮影者の証言によれば当時、教会には光をこんな形で反射するようなものは、存在していなかったそうなんだ。それにこれが加工によるものなら、鑑定にかけられた段階で判明していそうだし、状況だけ見ると、どうも本物が映り込んだもののような気がしてならないぜ。こういう写真で偽物って話が出ないの、相当信憑性あるからね。ただ不思議なのは、2枚目の撮影者はこの大聖堂に特別宗教的な理由もなく、訪れていたにもかかわらず、こうした写真が撮れたという点だぜ。彼は、天使など宗教に絡んだことを考えていたわけでもなかったようだし、なぜ天使がこんな形で映り込んだのかが全くもって謎なんだよな。何かの目的で来てたのをたまたま激写しちゃったのかしら？その可能性が高いかもしれないな。果たしてこれらの写真は本物なのか、映ったものの正体は何なのか、天使だとすればなぜここに現れたのか。あまりに神秘的なせいか、なぜか本物であってほしいと思ってしまう写真たちだぜ。4、いわくつきの屋敷で撮影された本物の心霊写真。ブラウンレディ。お次はブラウンレディを紹介するぜ。こちらの写真は、長年、本物の心霊写真として信じ続けられている有名な写真なんだ。いやー、がっつり写りすぎだって。この写真は1936年に、イギリスのノーフォーク州にある、レインハムホールで撮影されたものなんだ。ここには1970年代から、ブラウンレディと呼ばれる女性の霊が出るとの噂があり、彼女を捉えた本物の心霊写真だとされてるのが、こちらの画像なんだぜ。ひぃー、ブラウンレディの主張が強すぎる。ブラウンレディの正体は、この屋敷の第二夫人だった、ドロシーという女性だとされているんだ。このドロシー夫人は、政略結婚でこの屋敷に嫁いできたんだが、実は結婚前に別の男性と関係があったと噂されていてな。それを理由に浮気を疑った夫が、彼女を階段から突き落とした。あるいは怒り狂って彼女を屋敷の一室に幽閉したと言われているんだよ。ええー、それが本当なら化けて出ても仕方ないね。ああ、何を隠そう、彼女が本当に浮気をしたかどうかは未だに謎だからな。そんなドロシー夫人は1726年に亡くなったんだが、彼女の死後レインハムホールには、茶色のドレスを身につけた、ドロシー夫人らしき女性の霊が出るようになってしまったんだ。しかも目撃情報は絶え間なく寄せられ続けたため、いつしか人々は霊の服装から、ブラウンレディという名前をつけ、彼女を恐れるようになったんだよ。目撃情報も写真もあるなんて実在するの確定やんけ。信憑性はかなりある話だよな。またこちらの写真は、素人ではなく写真家が撮ったもので、撮影時には助手も同行していたんだ。しかもこの写真は、助手が突然階段の方を見て怯えた様子を見せたために、写真家が階段に向かってシャッターを切ったところ、白いもやがくっきりと映ってしまったという、まさに心霊写真の撮影秘話といったエピソードがあるんだよ。へぇー、撮れるべくして撮れた心霊写真。さらに信憑性を増す話として、この写真は第三者の鑑定をしっかり受けた上で、二重露出やトリックなどの痕跡がない写真だ、と認められていることが挙げられるぜ。常識的に考えて撮影された年代的に、今のような高度な加工を施すのは不可能だし、聞けば聞くほど本物に思えてくる写真なんだよな。うわぁ、偽物説の証拠がないに等しい。とはいえ年代的な話で言えば、鑑定技術も未熟ではあるだろうから、写真の真偽を断定することはできないぜ。それに写真に写っているのが、本当にブラウンレディ、ドロシー夫人であるのかも謎のままだ。まあ、後者に関しては、撮影場所が彼女の亡くなったとされる階段であることから、かなり本人である確率が高いがな。極めて本物よりの謎判定やんけ。夢に出てきたら責任取ってよ。5、南北戦争時代に撮られたロマンすぎる写真。プテラノドンと兵士。お次はプテラノドンと兵士を紹介するぜ。プテラノドンは、今から約8930万から7400万年前の、中生代白亜紀後期に生息していた、翼竜の一種だ。
大昔に絶滅しており、今や化石でしかお目にかかれない存在だが、実は現在でも、そっくりな見た目をしたサンダーバードというユーマが、時折目撃されているんだぜ。ええー、まさかプテラノドンは現代まで生き延びてた？なかなかロマンある話だよな。そして今回紹介するのは、そんなプテラノドンにしか見えない生物が写り込んだ写真だぜ。それがこちらだ。うわぁ、プテちゃん撃ち落とされてますやん。そう、なんと撃たれたであろうプテラノドンそっくりの生物が、兵士たちと共に写真に写っているんだよ。これは1865年の南北戦争時代に、アリゾナ州ブームストーン郊外で撮影されたもので、一時は新聞や様々な出版物でも取り上げられた有名な写真なんだぜ。やっぱ恐竜は生き残ってたのよ、撃ち落とされたけど。まあ、写っている生物をプテラノドンと見るか、ユーマであるサンダーバードと見るかはさておき、歴史を覆しかねない、とんでもない写真であることは間違いないぜ。実は、この他にも南北戦争時代に、翼竜のような生物が捕獲、狩猟されている写真は多く見つかっており、未だにオカルト界隈では、翼竜現存説を押す声が絶えないんだよ。はい、めちゃくちゃロマンあるよ。中には完全に偽物だと判明している写真も多いが、今回紹介したこちらの写真は未だに、その真偽が謎のままとされているぜ。とはいえ写っているものがものだけに、懐疑的な意見は非常に多く、現状偽物であるという見方が圧倒的に強くはあるがな。いやこれは謎のままにしとかない？ロマンありすぎて最高だよ。間違いない、これは解明しないロマンを楽しみたい代物だぜ。それに一部の大型の恐竜は、大量絶滅すら生き抜き、氷河期を超えたなんて話もあるし、我々の知らないところでひっそりと、プテラノドンもその一部に入り込んでいた可能性は否定できないしな。加えてもともと翼竜は、生態系のトップに君臨していた生物であるため、もし長期間を生き抜いていたのなら、現代までその種が続いていても不思議じゃないと思うぜ。あり得る話だと思っちゃうんだよな。さらにアメリカ先住民の伝承にも、翼竜とおぼしき生物の存在が語られていたりと、世界中に翼竜生存の可能性を秘めた話は点在しているしな。結局写真の真偽は謎のままだが、ロマン vs 現実なら、私はロマンを押したくなってしまうぜ。私もロマン推しだよ。6、極秘のスパイ活動を激写？若かりし頃のプーチン。最後は若かりし頃のプーチンを紹介するぜ。ウラミジール・プーチンは、2012年から現在まで、ロシアの大統領を務めている政治家だ。近年、何かとお騒がせな彼だが、実はかつては、ソ連国家保安委員会のスパイとして活動していたんだぜ。はい、スパイって存在したの？架空の存在じゃないんだなこれが。もともとプーチンはスパイに憧れを抱いていた普通の少年だったんだが、スポーツや学問を必死にこなすことで、見事夢を叶えたんだ。彼は1990年に、ソビエト議長の国際関係担当顧問になるまで、スパイとして日夜暗躍していたんだぜ。努力でスパイになってんのすごすぎるって。とまあ軽く彼の紹介をしたところで、問題の写真を見てもらおう。それがこちらだぜ。あら微笑ましい、政治家さんと子供の触れ合いかな？その通り。これは1988年に、モスクワにて撮影された写真で、右に写っている男性は、アメリカ第40代大統領を務めたレーガン氏だぜ。子供に笑顔で手を差し出すその光景は、平和そのものなんだが、時に霊夢、写真左側の人物に見覚えはないか？これは、プーチンさん。そう、プーチンに風貌がそっくりな男性が写っているんだよ。2015年前後にこの写真が話題になると、これは当時スパイとして活動していた。若かりし頃のプーチンが観光客を装って、アメリカ大統領の監視を行っていた現場を激写したものではないか、と噂されたんだ。へえ、とんでもない瞬間を映しちゃってるよ。これが本当にプーチン本人なのであれば、一体何の目的でこの場にいるのか、かなり背筋の寒くなる考察がはかどってしまうよな。ただこれはあくまで憶測に過ぎず、真偽のほどは謎、というか否定的な声が大きいんだ。というのも、実は1988年当時、プーチンはドイツのドレスデンに駐在していたとされているんだよ。めちゃくちゃ遠方におるやんけ。そのため、この場にいるのがプーチンであるはずがないという声が大きいんだ。とはいえこれに関して、公的な発表が何かなされたわけでもなく、何より彼がスパイであったという点から、本人説を推す人も少なくないけどな。スパイだった彼が、何か公にできない任務を背負って、極秘でモスクワにいた可能性もゼロではないし、本人説を否定するには少々証拠が弱いのは間違いないぜ。確かに、なんならプーチンさんなら瞬間移動できそうだし、わからなくはないのが彼の恐ろしいところだな。結局現在ではフェイクとの見方が強いものの、この写真の真偽、写っている人物の正体は謎のままとなっているぜ。果たしてこの写真は本物なのか、写っているのは本当にプーチンなのか、
もしこの写真が、未だに公開できない極秘任務をこなしていた本人だったら、なんて妄想がはかどってしまう一枚だな。というわけで、今回はまだ解明されていない謎の写真を6選紹介したぜ。ロマンとミステリーでお腹いっぱいだよ。満足してもらえたようでよかったぜ。謎というのは解明され、どんどん消えていってしまうのが世の常ではあるが、そんな謎を消える前に救い上げて楽しむのがまたオツなんだよな。今回紹介した写真も、そのうち解明されてしまうかもしれないが、今はまだミステリーやロマンとして、大いに楽しんでいてほしいぜ。さて、今回の動画はここまでにしよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくね。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日は久しぶりに未だに解明されていない謎の写真シリーズを紹介するぜ。待望の続編きたー。今回も1枚の写真から無数のミステリーとロマンが溢れ出ているものを持ってきたから存分に楽しんでくれよな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、メカニズム不明の謎の光？発光現象。トップバッターは発光現象だぜ。まずは実際の写真をドン。こちらの写真は2022年4月に静岡県で撮影された写真だ。撮影者は平塚市博物館の学芸員で、写真右上には太陽でも月でもない謎の発光現象がバッチリ写されているぜ。何この光？この光はスプライトと呼ばれる発光現象だぜ。別名超高層雷放電とも呼ばれているもので、1高度20から100キロの成層圏、中間圏、下部熱圏にかけて発生するんだ。特に写真のようなスプライトは中間圏付近で発生することが多く、大抵は赤系統の色をしているんだぜ。はい、確かにちょっと赤みがかってるわ。本来この現象は発光時間が数ミリ秒から 0.5 秒ほどと非常に短く肉眼での確認はほぼ不可能なんだが、撮影者は幸運にもカメラに収めることに成功したんだ。しかもこれまで撮影されたスプライトの写真よりも圧倒的に近距離から撮影に成功しており、光の細かい部分まで確認できる貴重な写真として称賛されてたぜ。学芸員さんすごー。さてそんなこちらの写真なんだが、実は主役であるスプライトは未だにメカニズムが解明されていない謎の現象なんだよ。というのももともとスプライトが発生する大気圏上層部は大気密度が非常に低い上に対流も少ないことから、気象現象はほとんど発生しないと考えられていたんだ。加えてこの現象が初めて発見されたのが1989年と最近なこともあり、研究がさほど進んでいないんだよ。これそんな謎めいたものだったの？一応雷に付随して発光している可能性が極めて高いこと、雷雲の上で発生すること、窒素分子が発光に関係していることなんかは研究結果で明らかになっているんだが、それ以外のことはほとんど全て謎のままだぜ。現代技術でもその程度しかわかってないのね。まあとにかく資料が少なすぎるからな。ここ数年こそカメラの性能が上がったことでスプライトの撮影も盛んになってきたが、それまでは肉眼でも見えずカメラの性能的にも収められない幻に近い存在だったんだ。さらに雷雲の上で発生しがちなせいで観測可能な位置が限られていることもあり、研究しようにもできないような状態だったんだろう。レアリティ高すぎるのよ。ただ昔から研究者の間では雷雲は雷として下方へ放電を行うだけでなく、上方にも何かしらの形で放電や電流が流れているのではないかという意見は出ていたんだ。そのためカメラの精度も上がり従来の仮説が正しかった可能性が高いと分かった今、スプライトのメカニズム解明に乗り出す研究者は非常に多くなっているぜ。じゃあ謎解明も近いかも？そういうことだ。今は謎の発光現象を収めたミステリアスな写真として紹介されているこれも、いつかスプライトの謎解明に貢献した貴重な一枚に生まれ変わるかもしれないぜ。ちなみにスプライトは現代のカメラであれば数万程度の比較的安価なものでも撮影できるそうだから、気になる人はぜひ撮影に挑戦してみてくれよな。謎を閉じ込めた写真を手にできるとかロマンありすぎじゃない？ 2. 解析ソフトで合成の可能性は排除済み？ UFO 写真。お次は UFO 写真を紹介するぜ。まずは実際の写真をドン、そしてドン。ほうおお、UFO がバッチリ写ってますよ。この写真は2022年6月に福島県の国際未確認飛行物体研究所から発表されたものだ。1年間の調査報告とともに発表されたんだが、なんとこちらの写真2枚は、寄せられた写真125枚の中から極めて本物の可能性が高いとして選出されたものなんだ。数の絞り具合が妙に本物っぽいね。しかも寄せられた125枚の写真は全て研究所職員により地球上の飛行物体や自然現象ではないことを確認した上で、合成など人工的な加工がされていないかを解析ソフトを用いて調査しているんだ。
つまりここに出された2枚は、解析ソフトによって合成でないことが認められているんだよ。すごー、他の UFO 写真に比べ画質もいいし信憑性高いかも。まずこちらの写真は、2021年8月に福島市の千山森山頂付近で撮影されたもので、青い空と白い雲に寄り添うように、アダムスキー型と呼ばれる UFO の中でもメジャーな形状の飛行物体が確認できるぜ。こんないい天気だもん、そりゃ UFO でお出かけしたくなるよね。もちろんこちらも解析ソフトによって合成ではないことが確認されていて、撮影者が小学1年生の男の子ということもあり、悪意ある捏造写真などではないと考えられているんだ。やだかわいい、これは捏造説はないわね。ただネット上ではこの UFO らしき飛行物体を、アゲハチョウではないかと指摘する声もあるんだ。実は明るさを上げると写真に写った UFO には明るい黄色と黒の2色が使われているように見えるんだよ。加えてアゲハチョウが空を飛ぶ姿が写真内の UFO の形と非常に似ていたこともあり、この写真はアゲハチョウの誤認だと言われているんだ。うわぁ、横に並ぶとそうとしか思えないじゃん。小学生の夢を壊すようで忍びないが、こちらは誤認である可能性を捨てきれないな。だがもう片方の写真は一味違うぜ。こちらは2018年9月に富山県の立山連峰で撮影された写真で、左上に楕円型の謎の黒い飛行物体が映り込んでいるんだ。写真から浮きまくってるわね。この写真は当日に撮られた連続した写真のうちの1枚とのことなんだが、なんと謎の飛行物体は1枚にしか写っておらず他の何枚かにはただ異常のない青空が広がっていたんだよ。仮に鳥や自然物、地球上の飛行物体であれば全ての写真に写り込んでいるはずであり、物体が連続写真の1枚にしか写らないというのは普通ではありえないことだぜ。一瞬で消えたか高速移動したかの二択になるね。当然この写真も解析ソフトにかけられているため、合成の可能性は排除できているしな。このことからこちらの写真は本物の UFO を捉えた可能性が非常に高い1枚だとされているぜ。ネット上でもこの写真についてはあまり触れられていないし、かなり有力な1枚と言えるんじゃないだろうか。これはロマンしかない。ただ研究所側の調査がどこまでしっかりしていて信憑性があるのかわからないため、この写真が本物の UFO 写真なのか、はたまた捏造、誤認なのかは謎のままだぜ。また映り込んだものの正体も断定できていないんだ。これは謎だからこそロマンあるやつだからいいのよ。間違いないぜ。真偽は謎だが合成の可能性は排除されているというバランスがまた子供心をくすぐってくるよな。UFO 研究所は今後も本物の可能性が高いものが見つかり次第発表する姿勢を見せているし、この調子でどんどん謎の UFO 写真が増えていくと嬉しいぜ。3、ヒントはあるのに全てが謎のまま？戦前の写真。お次は戦前の写真を紹介するぜ。まずは写真をどんどん。あら、アンティーク。この写真は2017年2月に横須賀市西行政センターの地下倉庫で発見された写真だ。一枚は正装姿の男女二人の肖像写真で、もう一枚は霊装に身を包んだ軍人らが雛形室という表札のある建物の前で撮影した集合写真だぜ。系統が全く違うわね。どちらの写真も寄贈されてから少なくとも30年以上は経過しているものの保存状態は良好だったぜ。さてそんな二枚の写真なんだが、実は写っている人物、撮影場所、撮影の時期などあらゆることが謎に包まれているんだよ。寄贈品なら記録とかあるんじゃないの？それがないようなんだよな。一応服装などからどちらも戦前に撮影されたものとは推測されているものの、これといった記録もなくほぼ全てのことが謎に包まれてしまっているんだ。貴重な歴史的資料であるために横須賀市自然人文博物館が写真に関する情報提供を呼びかけているが、未だにこれといった情報は得られていないぜ。マジで何の写真なのこれ？しかもこの2枚の写真は、謎が解明されてもおかしくないような特徴を持ってるからまた不思議なんだ。まず男女の肖像写真については、二人の顔が鮮明に写っている上に縦約50センチ、横約40センチと比較的大きいんだよ。写真技術が発達していなかった戦前であればこれだけのサイズの焼き付けはかなり高価だったため、写っている二人は財力や権力を持つ名士だった可能性が高いとされているぜ。それなら誰が撮ったかわかりそうなもんだけどね。そうなんだよな。それに写真に写る二人がきっちりとした清掃であることから、おそらくは社交場に出ることを記念して撮影したものだとされているんだ。仮にこの仮説が正しければなおさら二人の素性は当時多くの人に知られていただろうし、時代が変わったとはいえ記録や記憶による情報の一つや二つ出てきてもいいはずなんだよ。なんで謎のままなのよ。また軍人の集合写真についても、服装から旧海軍である可能性が挙げられているんだ。海軍ともなれば公的文書に記録が残されていそうなものだし、背景に見える建物や特徴的な表札から場所の特定もできそうなんだが、
こちらに関してはなぜ撮られたのか、どこで撮られたのかは仮説すら浮かんでいないようなんだよな。どっちもヒントはかなりありそうなのに。すぐに解明できそうでできていないというのがこの2枚の写真の興味深いところだぜ。まあ撮られた時期が時期だけに今生きている人たちから情報を得るのは難しいかもしれないが、鍵となりそうな資料くらい見つかってもおかしくないと思うんだがな。素性も年代もわからないのに鮮明にお顔を見れるって奇妙な気分だわ。結局この写真の詳細については、今なお謎のままのようだ。セピア色の髪の中でこちらを見つめる戦前頃の人々は、果たして当時どこでどんな人生を送った人だったんだろうな。もしも有力な情報を持ってる人がいれば、博物館に情報提供してみてくれ。4、地震と関係する奇妙な存在？謎の赤い雲。お次は、謎の赤い雲を紹介するぜ。まずは実際の写真を見てくれ。うわぁ、なんじゃこりゃー。この写真は2023年1月にトルコ西部で撮影されたものだ。上空に出現した燃えるように赤い謎の物体をバッチリと捉えており、ネット上でこの写真が拡散されると、UFO にしか見えない、バラのようにも見える、と話題を呼んだぜ。こんなの空に見つけたら震え上がるって？赤い楕円形のものが二重に重なりぽっかりと浮かぶその姿は、どこかこの世の終わりを感じてしまうよな。この物体は1時間ほど上空に出現していたため、数千人もの人がこの光景を直に目撃したぜ。いやマジで何なのこれ？実はこの物体の正体はすでに判明していてな。これはレンズ雲と呼ばれる雲の一種で、山や火山の近くで湿った空気が押し上げられた時に形成されるものなんだ。UFO や世界の終焉を告げる物体ではなく、単なる自然現象だから安心してくれ。なんだ、ただの雲だったのね。なら謎の写真じゃなくない？それがそうとも言い切れなくてな。というのもこの奇妙な雲が発生してから半月ほど経った2月6日に、トルコ南部でマグニチュード 7.8 の大地震が起きたんだよ。これによりネット上ではこの写真の雲が地震と関連している、いわば地震雲なのではないかと噂されているんだ。そんなまさか。もちろん地震雲はあくまで都市伝説的な位置づけの話で、地震研究者の間では雲と地震との関係はないと考えられているぜ。奇妙な雲が地震の前兆であるとする話のほとんどは関係性が不明瞭で統計的な検討もできないし、現段階で地下中の現象と大気中の現象とを関連づけるメカニズムは学術的に十分説明できていないからな。まあ空と地上とじゃ影響のしようがない気はするよね。ただ大きな地震の前には、真っ赤だったり奇妙な形をした雲の報告が上がることが多いのもまた確かではあるんだ。日本で起きた阪神淡路大震災の前にもちょうどこの写真と同じくらいの色合いの赤い竜巻雲が発見されているし、熊本地震の前日にも日本の直線がクロスするような雲が発見されているぜ。ちょっと怖くなるからやめてって。また前々から地震と電磁波には密接な関係がある可能性が示唆されているんだが、とある実験調査によれば雲も強い電磁波を浴びると竜巻型や鱗型といった、地震雲の定番的な形に変化することが報告されているんだ。当然地殻核で地震により生まれた電磁波がどうやって空に影響を及ぼすかという謎は残るが、地震と雲のつながりを感じてしまう話だよな。これは関係ある気がしてきちゃうよ。こうした前例や共通性があること、また写真の雲がかなり印象的かつ不気味だったこともあって、この雲が地震の前兆だったのではないかと噂されているんだよ。ただ先に述べたように研究者らの意見は一貫して無関係であるとのことだし、本当に地震雲だったのか、はたまたただのこじつけなのかは謎のままだぜ。こじつけであってほしいかも。確かに少し特殊な雲を見るたびに怯えてしまいそうな話ではあるが、仮に分析や研究で関連性があることが解明されれば、今後地震予測などに大いに活用することが可能だからな。真実を知るのは少々怖くはあるが、この写真に収められた謎は地震大国としてはかなり気になるものだと思うぜ。少女に寄り添う不気味な手？工場の怪異。お次は工場の怪異を紹介するぜ。まずは写真をバン。パッと見ただの集合写真だね。この写真は1900年に現在の北アイルランド、ベルファストに存在したリネン工場で撮影された記念写真だぜ。霊夢の言うようにパッと見ではただの集合写真にしか見えないこちらの子写真なんだが、前から2列目の右端にいる少女の肩をよく見てくれ。うわぁ、手乗ってますやん。そう、なんと少女の肩には誰のものかわからない謎の手が添えられているんだ。周囲を見てみても他の少女たちはみんなしっかりと腕を組んでいるし、この位置に手を置ける人物は一人も映っていないぜ。見つけた時の鳥肌やばすぎるって。この写真は少女の孫である女性がメディアに提供したものなんだが、提供前には女性も誤認やいたずらを疑い入念に調査したそうだ。
だが肩に乗せられた手は拡大しても人間の手としか思えない風貌をしており、並んだ少女たちの前後には空間がないように見えることから心霊写真だと確信したそうだぜ。しなくていいですー。信じたくない気持ちはわかるが、他にもこの手が心霊現象によるものである可能性を示唆する点はいくつもあるんだ。まずこの写真は同時期の理念工場の写真と見比べた結果、宣伝や広報用として撮影されたものである可能性が高いとされているんだよ。確かに広報誌とかに載ってそうな写真ではあるよね。この時点で一般に公開するような写真に下手な細工を施すのかという疑問が浮かぶぜ。さらに当時はまだ撮影技術が発達しておらず露光時間が極めて長かったために、被写体は長時間同じ姿勢と表情をキープしなければくっきりとした綺麗な写真を撮影することはできなかったんだよ。昔の写真撮影相当きついね。にもかかわらず、この写真に写った手は体勢をキープし続けた少女たちとほぼ変わらずの鮮明さでくっきりと写り込んでいるんだよ。つまり手は短時間の間に偶然写り込んだ何かである可能性は低く、おそらくは極めて長時間彼女の肩にじっと乗っていたと推測されるんだ。いやー、幽霊にずっと手を借りてるとか怖すぎるって。表情を見るに周囲の少女たちは何も感じていないようだが、後からこれに気づいた人は皆ゾッとしただろうな。手を借りていた少女はこの写真が発見される頃にはすでに亡くなっていたようだが、彼女がこの手に気づいていたのか否かが気になるところだぜ。気づかない方がいいこともあるって。ただ写真を見る限り本物の心霊写真にしか思えないが、かつては露光時間の長さを利用してわざと心霊風の写真を撮ることが流行りだった時期もあるからな。もしかしたら我々にはわからない巧妙な手段でいたずら写真を撮っていた可能性も否定はできず、この写真の真偽は未だに謎のままとなっているんだ。写ってる人はみんなお亡くなりになってるだろうしね。真実は闇の、いや、天の上だな。果たしてこの写真は心霊写真だったのか、少女の肩に置かれた手は誰のものだったのか、なんてことない日常を切り取ったような写真の中に写り込んでいるからこそ、その異質さに背筋がゾワッとしてしまうぜ。6、闇を感じる女子大生失踪事件。消えた二人。最後は消えた二人を紹介するぜ。まずはこちらの写真を見てくれ。あら素敵な笑顔。この写真は2014年4月1日に撮影されたものだ。二人はオランダの女子大生で、卒業旅行としてパナマを訪れていたんだ。この写真を撮影した日は、翌日のハイキングに向けて二人だけで初心者用のコースを散策しに行っていたぜ。友達との卒業旅行とか最高だわ。だが彼女たちは夜になってもホームステイ先の家に帰ることはなく、以降二度と帰ってくることはなかったぜ。ホームステイ先の家族はすぐさま警察に通報し、地元住民も加わった大規模な捜索活動が行われたんだ。しかしながら現在でも二人の行方はわからずじまいだぜ。いやー、どこ行っちゃったの？初めて二人の手がかりが発見されたのは、失踪から約2ヶ月ほど経った頃だったぜ。地元住民によって彼女たちが持っていたバックパックが発見されたんだが、その中には現金やパスポート、衣服の他に二人のスマートフォンが入っていたんだ。それはすごい手がかりじゃない？しかも保存状態が良く、通話履歴や失踪後の彼女たちの様子を伺うことができたんだ。まずスマホの履歴から、彼女たちがハイキングを開始してから数時間後には緊急通報を行っていたことが判明したんだ。その後計77回の通報が試みられたが、いずれも電波が悪く繋がることはなかったようだぜ。その情報だけで心が痛いよ。また片方のスマホは4月4日時点でバッテリー切れを起こしていたものの、もう片方のスマホは失踪から10日の間使用されていたことも明らかになったぜ。ただなぜか4月6日には、複数回にわたってスマホの暗証番号入力をミスしていたんだ。本人がそんなミスすることある？ここから二人の失踪に第三者が関わっている可能性が浮上したぜ。さらにこの事件の闇を深めたのは、スマホに残された写真だったんだ。先ほどのツーショットを撮影した後、彼女たちは数日間カメラに触れていなかったんだが、突然4月8日の午前1時から4時にかけて90枚もの写真を撮影しているんだ。何それ？しかもその写真は全て真っ暗なジャングルの奥深くで撮影されており、撮影者も不明でな。その上大半はただの暗闇を映していたんだが、鮮明に撮れていた数枚には彼女たちの持ち物が散乱した光景やこめかみから血を流した女性の頭部が映されていたんだよ。ひぃー、確実に普通じゃないって。これらの手がかりが発見された後、捜索範囲が広げられ二人の骨がバラバラになった状態で発見されたぜ。ただここでも奇妙なことに片方の骨は自然な腐敗の形跡が見られたんだが、片方の骨は漂白されたかのように真っ白な状態だったんだ。謎が多すぎるって。結局二人の失踪理由や死因は特定できず、この事件は未解決のまま捜査を終了したことが報じられているぜ。
あまりに不可解な点が多いことからネット上でも様々な憶測が生まれており、軽装すぎたゆえに起きた事故とする説や犯罪絡みとする説などが挙げられていたぜ。後者を疑ってしまうよ。特に謎の多い深夜に撮影された写真類は、二人を追う何者かを撮影しようとした結果撮れたものではないかと推測されていてな。追っ手の正体は周辺を縄張りとしていたギャングという説もあれば、人肉食習慣のある民族だとする説もあるぜ。いやー、何それ怖すぎる。一応有力視されているのは彼女たちは崖から転落するなどの事故に遭い、暗闇を照らすためにフラッシュライトを使用した際に写真が撮影されたとする説だがな。ただ流血した頭部の写真をはじめとした不可解な光景が映っていたこと、骨の状態が奇妙だったことなどただの事故や偶然と片付けるにはおかしな点が多いのも事実だ。どうかこの謎が解明されますように。果たして二人はなぜ失踪し、なぜ命を落としたのか。普段と変わりない元気な姿を映しつつも、その背景に数々の謎が閉じ込められているのがこの写真だぜ。いつか謎が解明され、亡くなった二人とその遺族に安寧がもたらされることを祈るばかりだな。というわけで今回は謎の写真シリーズ第6弾を紹介したぜ。鳥肌とロマンが止まんなかったって。たった一枚の静止画が無数の背景や謎を持っているというのが、なんとも人間の好奇心をくすぐってくるよな。またネタが揃い次第紹介するから、気長に待っててくれよな。そんなところで今回の動画はここまでだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。